アメリカンフットボールファンの皆さん、こんにちは。今シーズンの X リーグも東京スーパーボウルへ向けて大詰めを迎えています。2年続けて東西対決となったファイナル6準決勝、ここ横浜スタジアムからは王座奪回に万全の体制で臨む鹿島ディアーズとディフェンディングチャンピオンアサヒ飲料チャレンジャーズが激突する注目の試合をお送りします。スタンドは少し師走の冷たい風が吹き抜けています。それでは放送席ご紹介しましょう。解説は NFA 解説員の田中康史さんです。田中さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この鹿島と朝日飲料というのは、はい、公式戦は初めての対戦ということになるわけなんですが、そうですね、はい、どんなところが見どころになりそうですか。両方チームともにディフェンスが評判のチームですから、はい、ディフェンスの違いというのを見たいですね。なるほど。それでは早速ですがファイナル6のトーナメント表をご覧いただきたいと思います。鹿島ディアーズはシードされました。朝日飲料チャレンジャーズは1回戦朝日ビールを破りました。一方リクルートは富士通を破って今日の準決勝で長い球技場で松下電工と対戦という2つのカードが予定されています。はい、皆さん、いよいよ試合が始まります。そして12月18日は東京スーパーボウルというスケジュール。では今シーズンの鹿島ディアーズの戦績をご覧いただきたいと思います。ご覧のようにイーストディビジョン5勝0敗無敗で優勝を果たしました。続きまして朝日飲料の今シーズンの成績です。ウエストディビジョン、こちらは4勝1敗ベアーズに敗れましたが2位でこのファイナル6に駒を進めています。それではフィールドリポーター、今日は NFA 解説員の勝俣大輔さんです。勝俣さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、昨シーズン朝日飲料チャレンジャーズを日本一に導いた藤田森亮コーチが今度はライバルとしてこの横浜スタジアムで相対します。21世紀最初の社会人チャンピオンに王手をかけるのはどちらのチームでしょうか。鹿島森ヘッドコーチは相手がどのチームだろうがうちの力を出し切るだけと話をされていました。一方の朝日飲料チャレンジャーズ藤田ヘッドコーチはチームの状態も良い、この勝負ディフェンス勝負になるのではと試合展開を予想していただいています。はい、リポートの方よろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、それではいよいよファイナル6の準決勝試合が始まります。朝日飲料チャレンジャーズのキックオフ、そしてリターンは鹿島ディアーズ、こちらが29番リターナーの池場です。先ほどのコイントスで、はい、鹿島ディアーズが勝ったようですので、ええ、後半から多分、チョイスをするということを選んだようですね。なるほどね。そのあたりも田中さん駆け引きがあるわけですね。そうですね、もうここで駆け引きが始まってますんでね。はい、朝日飲料のキッカーは8番の田中です。非常にファイナル6も準決勝緊張感が横浜スタジアムみなぎっています。右から左に手を挙げて朝日飲料キッカー田中、キックオフでファイナル6の準決勝が始まりました。鹿島ディアーズ9ヤード地点からリターンしていきます。真ん中をいい感じで抜けてきました。外へステップを踏んでいく29番の池場、30ヤードラインを越えていきました。池場がまずまずいいキックオフリターンをしました。最初のこのリターンでまずまず田中さん、はい、いいリズムでいきましたね。そうですね、10ヤードリターンしましたんで、はい、池場君としては今日はこれからやれるぞっていう感じを思ったんじゃないですかね。鹿島ディアーズが自陣の30ヤード地点からのファーストダウン10、8番クォーターバックは鈴木和義。今日の鈴木のプレーぶりにも注目してください。アイフォーメーションから始まります鹿島、ダンプレーできました。外をついていく、ファーストダウンをどうやらこのワンプレーで取りました。鹿島ディアーズ29番の池場です。いいゲインを見せました。それではスターティングメンバーご紹介していきましょう。オフェンスの鹿島ディアーズです。クォーターバック鈴木、山本池場、ランニングバック上村、C の八尾板です。オフェンシブラインは泉、播磨、平山、前川、古川と非常に強いラインです。ファーストダウンを取りました。鹿島ディアーズ自陣の42ヤード地点からファーストダウン10です。今度はパスでいきます。鈴木余裕を持って投げましたがターゲット上村、やや高くなりました。それでは朝日飲料のディフェンスのスターティングメンバーをご覧いただきましょう。まずはディフェンシブラインです。道根、森、加藤、古川です。そしてラインバッカーは金井、山田、川口、
強力なラインバッカーです。山田川口は注目、そして DB 陣です。山、港、大島、秋山となっています。先ほどパスはインコンプリートに終わりました。セカンドダウン10です。またまたしてランでいきました。まず先ほどはパスがややオーバースローになりました。この池場が田中さんいい感じですね。やはりそうですね、試合の滑り出しからですね、はい、キックオフリターンといい、最初のプレーでのファーストダウンといい、今のところ池場君の、頑張りというのが出てますよね。田中さんがキックオフリターンがまずまずいい感じで出たんで、波に乗れるんじゃないかという話、その通りに池場が2つボールキャリーしました。いい感じでいきました。今のもまずまず6ヤードぐらいのゲインになりました。サードダウンです。このサードダウンコンバージョン、プレッシャーをかけます。朝日飲料乗り越えてどうでしょう。ファーストダウンまで届いたか。ファーストダウン取りました。またまた29番の池場、粘りの走りを見せました。ご覧いただきましょう。ちょっと詰まりかけたと思うんですがね。そうですね、ただ66番の、古川ですね、よくブロックしましたね。そうですね、今シーズンの成績いけば318ヤード、アベレージが 6.1、 タッチダウンが4つ。318ヤードというのはキャリアハイという4年目のいけば直久です。ファーストダウンを取りました。45ヤード地点、朝日飲料チャレンジャー陣内に入りました。ランプレーできました。ここは田中さん、はい、パスは1回失敗に終わりましたが、あとはこの走らせるタクションを取ってますね。そうですね、今放送席の方から見てますと、朝日飲料のディフェンスの体型がですね、パスをケアしたような体型を取っているという感じなんですね、そこを鹿島のオフェンスコーディネーターが、スポッターからの指示を得ながら、うまくプレーをチョイスしているんだと思うんですね。なるほど、今ゲインは2ヤードになりました。セカンドダウンです。朝日飲料陣内43ヤード地点でパスでいきました。ミドルのパスが取りました。ミドルのパスといいますか、やや短めのパスになりました。39番堀口へのパスですね、はい、この堀口がですね、走ってもよし取ってもよしという選手ですので、今日はやはりこの39番堀口っていうのの、動きにも注目したいですね、早速その堀口へのパスが通りました。ランニングバックとしても超一流なんですが、レシーバーとしての能力も非常にこの堀口という選手は高いものがあります。ですから鈴木にしてみますと、このパスのターゲットが田中さん、本当にたくさんいるんですよね。そうですね、ランニングバックがレシーバーになるということはターゲット1人増えますんでね、タイムアウト鹿島1回目。鹿島ディアーズがここで前半最初のタイムアウトを取りました。ボールは朝日飲料チャレンジャーズの40ヤード地点に置かれています。サードダウンで残りがファーストダウン獲得まであと5ヤードというところで、ここで森ヘッドコーチは作戦タイム、タイムアウトを取ってきました。ここは田中さんどう見たらいいですか。これはゲームプランの確認というふうに思った方がいいと思いますね、やはり試合前に、朝日飲料の試合を何試合か分析をしてゲームプランを今日考えていってます、今までのプレーの中でいろいろ試してみて、そのゲームプラン通りどうなっているのかというのを確認するということが主なタイムアウトの意味だと思いますね、なるほど、しっかり確認して、ここはサーダンコンバージョンでファーストダウンまで持っていきたいという鹿島。鹿島はどうでしょう、このファイナル6はシードされまして、およそ間隔が1ヶ月空きました。このブランクというのは田中さんはどうお考えになりますか。あまり関係ないんじゃないかなと思いますね、以前にも1ヶ月空いたしというケースもありましたので、その辺の調整はうまくできていると思いますね、タイムアウトが終了してサーダウン、鹿島はこのサーダウンコンバージョンをものにするかどうか。パスでいきます。鈴木ちょっと一瞬ターゲットが見えたらないが、鈴木は自分で走りました。鈴木はスクランブル、ファーストダウン取りました。30ヤード地点まで来ました。鈴木、今のはターゲットが田中さん見つからなかったということでしょうか。そうですね、見つからなかったというよりも多分朝日飲料の方のカバーが良かったということでしょうね。なるほど、これが縦位置からご覧いただいています。鈴木が投げようとしたんですが、後ろから川口が来たんですね、9番の、それを見て、スクランブルという形ですね。しかし、いい判断だったと結果的には言えそうです。鈴木ファーストダウン取りました。
ボールは29ヤード地点まで来ています。鹿島第1クォーターのファーストブレイク、チャンスを迎えています。ランプレーできました。39番の堀口さん、堀口がうまく外に走っていきました。先ほどはパスレシーブ、今度はボールキャリーで走っていきました。堀口、堀口のオフタックルからオープンに抜けるプレーですね。朝日飲料の方もちょっとスピード的に負けてしまいましたね。はい、まあ、今なんとか31番の山田がねタックルに行きました。堀口の今シーズンの成績は153ヤード、まあ、ここ数年に比べますと一番このヤーデージは少ないですが、貢献度はかなりのものがあります。セカンドダウンです。ターサン獲得まであと3ヤードということになりました。今度はピッチのフェイクからパスですがインコンプリート。惜しいプレーでしたね。25番の山がついていました。21番関澤へのパスでしたんですが、ちょっとディフェンスのプレッシャーを感じてしまったんですかね。あ、もったいないですね、取っていればというところだったんですが、関澤がパスレシーブなりませんでした。今のは初めから田島も狙っていたプレーだったんですが、パスはインコンプリートでサードダウンになります。あとファーストダウンまで残りが3ヤード。ボールを持たせてきました。しかし今度は止まった。31番の山田のタックルじゃないですかね。はい、ボールキャリア39番の堀口ですが、今度は山田がどうやら止めたようです。今の堀口のランとそれから山田、早いですね、足元に行きました。そうですね、速くて低いというね、確実に相手を止めるというタックルをしますね。はい、そしてフィールドゴールを狙います。フィールドゴール距離は41ヤード、キッカーは9番の田中、距離があります。先制のフィールドゴールなるかどうか、距離は足りているような感じですが、決まりました。先制点は鹿島ディアーズ。第1クォーター41ヤードフィールドゴールを決めてきました、9番の田中。これで3対0と鹿島が先手を取りました。9番の田中もよく落ち着いて蹴りましたよね。非常に柔らかいような感じでキックをしてきました。今のはコントロールをだいぶ重視したような感じのキックに見受けられましたが、見事に決まっています。これで鹿島がまず3点を先行しました。タッチダウンではなくてフィールドゴールですが、この先制点の持つ意味というのは田中さん大きいですね。そうですね、それも最初のシリーズですからね。はい、そして先ほどフィールドゴール41ヤードを決めたこの田中、今度はキックオフです。朝日飲料リターナーは3番の桃沢です。田中のキック、いいキックになりました。エンドゾーンに転がる桃沢、ちょっとボールが手につかないがエンドゾーンは出ました。しかし6ヤードぐらいの地点、田島ディアーズのタックルに合いました。今のはこちらは朝日飲料の藤田聡ヘッドコーチです。98年から朝日飲料のヘッドコーチになっていますが、今年4年目。桃沢も珍しいですね、ちょっと慌ててしまったんですかね。はい、田中のキックがどうなんでしょう、思った以上伸びたということでしょうかね。多少風がありますんで、はい、まあ、その伸びというのもあると思いますね。朝日飲料が第1クォーターのドライブです。自陣の6ヤード地点からファーストダウン10です。ジャンプレーできました。真ん中をついていこうというところ。それでは朝日飲料のオフェンスのスターティングメンバーをご紹介しましょう。クォーターバックは桂、そして中村、中島というランニングバック、桃沢、梅田、玉井です。オフェンシブラインです。高石、南、岩崎、平本は注目の選手、そして森岡と入っています。セカンドダウンの攻撃、ボールは10ヤード地点。もう一度プレーですが、速い潰し合いました。速いタックルを決めています。鹿島、今誰が行きましたか。98番新井ですか。新井だと、新井か、あるいは木下かと、ね、木下かという形ですね。それではディフェンスのスターティングメンバーです。鹿島ディアーズです。木下、木村、新井、大浜という強力な守備のラインです。そしてラインバッカーは桃瀬、岡橋、蛭間です。
セカンダリー竹下、新人酒井、佐野、白井と入っています。サーダウンでロングになりました。しかしここまた持たせてきました。これも捕まった。中村カモンですね、ボールキャリア。朝日飲料チャレンジャーズのエースランニングバックは27番中村多文という、はい、昨年も大活躍しましたので、今シーズンのシーズンの途中からですね、復帰しまして、やはりチームの中核を担う選手だったんですね。ファイナル6、1回戦の朝日ビール戦ではなんと3つのタッチダウンを上げてますからね、中村の場合は。フォースダウンでパントになりました。もうパンターはエンドゾーンの中に入っています。8番のパンターは田中。パントリターンはあとちょっとファールマークが出ています。7番の上村です。パントリターンは7番の上村。その上村がフィールド上でうつくまりました。そしてちょっと見えていますがファールマーカーもフィールド上は出ています。どの時点でファールがあったかどうか、反則があったかどうか。これは上村がリターンするところですね。そうですね、さっきのところですかね。多分上村がリターンする前のです、ね、時点での反則じゃないかと思いますけどね、はいはい、ただちょっと上村が負傷してしまうとですね、鈴木の信頼度の高いレシーバーの一人ですからね、はい、鹿島としては痛い退場になってしまう。そうですね、ただこの上村のまだ立ち上がれません。かなりハードヒットが入ったんでしょうね、サイドからですね。そうですね、3人でこう来てちょっとヘルメットが横から入ったようなそんな感じになりました。リーガルブロックインバック鹿島40番ボールデッドの地点から10ヤードバッターして鹿島のファーストという今レフリーのアナウンスがありました。今のは田中さん、後ろからの不正なブロックということになるわけですか。ここのちょうど真正面に映ってますけれども、はい、上村がリターンする前にですね、リターンする走路を確保しようということでブロックをしたんですけれども、後ろからブロックになってたということで危険な行為ということで、反則ということになってしまいましたね。そうですね、はい、ですからだいぶ後ろに鹿島はボールを下げられてしまいました。上村は単価でちょっとサイドラインへということになります。またファールマーカー出ています。ボールは今や鹿島ディアーズ陣内の41ヤード地点に置かれていますが、交代班12人でハドルを取りました。5ヤードバッターします。鹿島らしからぬ反則ですね。タイムアウト鹿島がここで前半2回目のタイムアウト。ちょっと森ヘッドコーチもなんでなんでって感じですね。もう鹿島がそんなに今タイムアウトを取ってないんじゃないんですかね。今のこの鹿島選手たちの表情、それから森ヘッドコーチの動作から見て、ね、タイムアウトというアピールをしてないんじゃないでしょうかね、はい。で普通考えますと田中さん、ちょっとタイムアウトを取る場面じゃないですよね。反則のマーカーが出ておりましたので、ただいまのタイムアウトはディクラインします。鹿島の残りタイムアウトは2回です。で改めて説明がありました。今のタイムアウトは無効ということになるわけですね。ですからまだタイムアウトは鹿島1回だけ取ったということで試合の方が再開されます。鹿島陣内の36ヤード地点からのファーストダウン15になります。鈴木はパスでいきますが、またちょっとまた自分出してきました。自分でボールを持ってスクランブルできました鈴木。タックラーは5番の金井が止めに行っています。今日はこういう形で走るのは早くも鈴木2回目ということになりました。やはりそれだけ朝日飲料の守備がいいということでしょうね。今のは4ヤードのゲインです。9番が川口です。注目の朝日飲料のラインバッター。セカンダウン12、40ヤードライン上から今度はランプレーできました。
堅い守りを見せました朝日飲料。39番の堀内がボールを持っていました。この辺りがだん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 と田中さん、朝日飲料の守りの硬さというのがこれ出てきましたね。そうですね、特にディフェンスですから、いろんなテクニックを使ってオフェンスラインにモールをブロックさせないようにしますので、ね。サーダウンでまだファースト獲得まで11ヤードあります。レシーバーが4人ワンバック体制、ここはパスできますがプレッシャーをかける。しかし鈴木は逃げることができるかどうか。今ファールマークが出ています。鈴木が1人目の、タックルをかわしたんですけれども、はい、9番の川口に、ホールドされている状態でボールを投げたということですので、反則ということでしょうね、はい、これ川口が両サイドも掴んでますんでね、で、まあ、鈴木はなんとかこう投げたというところまでは行ったんですが、はい、フィールド上はファールマーカーです。9番川口のですね、スピードというのがインテンショナルが鹿島8番パスを投げた時点でロスオブダウンフォースダウン。田中さん、今のはインテンショナルグラウンドであるというふうに発表ありました、はい、これはもう故意にパスを投げたということで反則になってますね、はい、ですから大変厳しいですよね。投げたところでボールデッドでダウンも進むということですので、フォースダウンですからここはパントと、パントですね、いうことになりますね。朝日は19番の榎木がパントリターナー、鹿島キッカーは23番の有沢です。えのきはリターンしてきます。29ヤードぐらいの地点から行きました。リターナーは朝日飲料チャレンジャーズ19番のえのき幸太郎。これから3点差を追って第1クォーター朝日飲料のオフェンスが始まります。87番遺体がうまく詰めていったんですけれども、はい、よくえのきはかわしていきました ね、はい、遺体の動きを読んでいました。これから朝日飲料のオフェンスシリーズが始まります。自陣の43ヤード地点からのファーストダウン10ということになります。ショットガンでいきますね、はい、桂一大出身の桂ですが、ショットガン軽くハンドオフのフェイクからパスが通りました。ショットガンからパスを通してきました。朝日飲料85番の今玉井ですか。そうですね、ショットガンをして、鹿島の、ディフェンスのちょうど狭間のところに、パスを投げてくるという作戦でしょうね、はい、手下のいいパスではなかったと思いますけど玉井がよく取りました。ファーストダウンを取ります、はい、このシリーズは通常のセットからのプレーですね、鹿島陣内45ヤード地点からファーストダウン10でランプレーです。真ん中をついていきました。43番の岡橋がタックルしましたね、ボールキャリアは27番の中村です。今の中村ゲインが4ヤードあるいは3ヤードというところです。この中村というのが人に強いランニングバックですから、はい、今のぐらいの4ヤードぐらいで止めていかないと試合の展開が苦しくなると思いますね、セカンドダウン7。今度は桂パスでいきますが、パスは通ったかどうか。キャッチはしてますね。パス成功のようですね、7番の梅田です。今桂もかなりプレッシャーを、かけられたんですけれども、木下ですかね、はい、よく通してきましたね。そうですね、よくレシーバーが見えてたというね、はい、ところでしょうね。パスレシーブ7番の梅田浩二。これで朝日飲料はファーストダウンを取りました。鹿島陣内の35ヤード地点に来ています。ファーストダウン10です。またショットガンでいきます。右サイドへパスですが、今度は失敗に終わりました。この辺りはしかし田中さん、はい、
朝日飲料の桂もショットガンにしたり通常のフォーメーションにしたりいろいろ考えてはいますね。そうですね、あの桂の能力を生かした、まあ、フォーメーションを取っていると思いますね、はい、柴崎さん、はい、勝又ですが、はい、どうぞ。カジマディアズですね、先ほど上村選手負傷してですね、ベンチの方に、退いたんですが、やはりタックルが厳しかったようですね、アイシングをしてですね、なんとか今また試合に復帰できそうです。そうですか、はい、はい、上村が復帰できそうだという勝本さんからの報告がありました。中村ですが、セカンドダウン10から中村多門がボールを持っていきました。44番のヒルマがですねファーストタックルに行ったんですけれども、はい、中村にちょっとかわされてしまいましたね。そうですね、あそこで止めておけばというところだったんですかね。ここでブロックもまあされてるんですけれども、逆を言えばあのあたりがこの中村の強さというところでもあります。今シーズンの成績は121ヤードを獲得、まあ、3試合しかリーグ戦は出場していません中村。ショットガンでいきます。サダウン、ショットガンからのランプレーできました。まあ、ショットガンからのドロープレーのような形になりました。朝日飲料です。しかしファーストダウンまでには届いていません。この辺りの鹿島のディフェンスも非常に安定しています。いろいろこのフォーメーションを変えてくる朝日飲料に対して惑わされずにしっかりとディフェンスをしている感じの鹿島です。フォースダウンでパント、1番の笹野がリターナーという鹿島ディアーズ。5ヤード地点からリターンしていこうというところですが、21番の関澤です。結局攻撃権は鹿島に移ります。第1クォーター、もう第1クォーター残り時間は4秒しかありません。鹿島ディアーズがこれから自身の11ヤード地点からのファーストダウン10になります。またちょっとターゲットを探すの苦労していますが、パスが通りました。パス通っています。87番の板井正人、この人にパスが通りました。一度レシーバーが見つからなかったんですけどね、板井がいいところに走ってきましたね、はい、その板井に通してパスコンプリート、ファーストダウン取りました。ここで第1クォーターが終了しています。鹿島対朝日飲料、第1クォーター終了して3対0、鹿島がリードしています。ソニー損保に変えた。彼は年間の自動車保険料が大幅に安くなった。年間に5000キロしか乗らない週末ドライバーだからだ。ソニー損保に変えた。彼女はロードサービス会社に新規加入するのをやめた。ソニー損保ならレッカー移動に至るまで無料で対処できるからだ。ソニー損保に変えた。彼は万が一の時に一事故一担当者制でしっかりとサポートを受けられることになった。自己サービスでは 100% 近くのユーザーが満足しているらしい。ソニー損保に変えた。彼女はわずか数分のオペレーターとのやり取りで保険料が分かった。思ったより簡単だった。Shoot!
手にド派手に駆け抜けた猛牛軍団大阪近鉄バファローズ。その優勝までの軌跡を我々大阪ドームで絶叫に次ぐ絶叫、声を枯らしてお届けした ABC アナウンサーが厳選に厳選を重ねて選び抜いた20試合で振り返ってしまうという新世紀猛牛伝説、その名も射手前、射手前、射手前スタジアム、お楽しみに。ファイナル6の準決勝、鹿島と朝日飲料3対0、フィールドゴールで鹿島先制で、これから第2クォーターが始まろうというところです。鹿島ディアーズが自陣の25ヤード地点からのファーストダウン10の攻撃になります。第1クォーターはさすがに田中さん、はい、予想通り両チームの守りが硬かったですね。そうですね、特に朝日飲料の、パスカバーというのがね、かなり十分に準備ができているようで、はい、リーグ戦では見られなかったような8番の鈴木のスクランブルというのが2回もありましたね。そうですね、それだけ評判通りの守りの強さを見せているという朝日飲料。第2クォーターが始まります。ランプレーできました、39番の堀口。柴崎さん、はい、どうぞ。先ほどですね、上村選手の怪我の情報をお伝えしましたが、ベンチの方ですね、今度は池場選手がですね、アイシングをしています、はい、ちょっと池場選手がですね、出場が微妙のようですね。ということで田中さん、39番の堀口がフィールド上入っているわけですね。そうですね、それだけ朝日飲料の守備もいいのと同時にですね、タックルが強いということでしょうね。セカンドダウン7です。今度は外に回り込んでいこうという堀口、パスダウンは取ったような感じです。ただ今シーズンはエースの座をものにしたと言っていい池場ですが、その代わりに出てくる選手が、例えばこの場合ですと堀口、代わりというと堀口に対して失礼なんですが、遜色ない活躍を見せるのが鹿島の強さですね。そうですね、それだけ選手のチーム内での争いが激しいということですね。はい、ちなみに今池場がヘルメットを脱いで映ってますね。でもちょっと笑ってますから大丈夫だと思いたいですね。そうですね、笑顔があるということは大丈夫だと思いますね、はい、40ヤード地点からまたプレッシャーをかける、鈴木に対してプレッシャーをかける。49番は大島ですね。大島が行きました、大島浩二、はい、大島っていうのは一番後ろにいる選手ですから、コーナーバックの位置からブリッツをしたんでしょうね、はい、見事に逃げる鈴木を捉えました。もうなんか大島に対して誰もいなかったような感じでしたね。そうですね、どうしてもディフェンスラインがいてラインバッカーがいると、でラインバッカーについてまでのアサイメントっていうのはオフェンスは通常やりますけれども、はい、コーナーバックの位置からの選手のグリッツというのはなかなかケアしにくいものですから、しょうがないでしょうね。大きく鹿島は後ろに下がってしまいました。セカンドダウンでファーストダウン獲得まで20というふうになりました。これもワンタックルで止まりました。堀口を止めてのは99番のですね、加藤ですか、新人の選手ですね、加藤雄一。この加藤がですね、今シーズンの朝日飲料では一番の成長株というふうに言われてますよね。はい、その通りの素晴らしいタックルを見せました加藤雄一。サーダウンの攻撃になります鹿島、さらに後ろに下がっています。ディフェンスラインが3名ですからラインバッカーズが多いですね、ということは今ファールマーカー出ましたけど、パスをケアしているということですね、いやちょっと今日はリーグ戦とは違う表情の鈴木。鹿島79番5ヤードバッターしてサーダウンのままです。オフェンスの鹿島の方に反則がありました。また後ろに下がっていきます。鹿島の場合は心配な点といいますと、この反則が多くなり始めると厳しくなる、どこのチームもそうなんですが、それが気がかりです。朝日飲料というチームはそんなに反則の多いチームではありません。鹿島として見ますと、これどん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 下がっていってしまうわけですからね。そうですね、オフェンスラインの反則ということはディフェンスに圧倒されている可能性があるということですね。はい、サーダウンロング、ここは走ってきますが、いい感じで行きましたが
30ヤードのラインは超えてきたんですが、35番の平手ですね、はい、今日のこの朝日飲料と鹿島の対決の中で一番楽しみなものは35番のこの平手とですね、はい、朝日飲料まだ出ていませんけれども、瀬畑という選手がいましてね、はい、2人とも1000ヤード学生時代に走った選手ということで、この2人のランニングも非常に楽しみな対決の中ですよね、はい、鹿島はフォースダウンでパンターの有沢がまた登場です。リターナーは21番の湊。これも有沢のパントはそのままアウトオブバウンズに出ました。おっと、もつれていますがファールマーカーは出ていません。有沢とそれから川口ですね、今シーズンから鹿島のヘッドコーチに就任しました森ヘッドコーチ、ご存知の方も多いと思いますが、去年は朝日飲料のディフェンシブコーディネーターとしてチームの東京スーパーボール優勝、それから日本一に貢献したわけですよね。今シーズンはですから藤田ヘッドコーチとは敵と味方に分かれてという形になりました。ファースト10です。まず汗飲料のランプレー27番中村だったんですが、はい、71番の谷島がですね、止めましたね、もう一度ブロックされていながらですね、止めるという、これは谷島のやはりオールXリーグに選ばれる素質ということですね、はい、今の谷島の高タックルで朝日飲料は2ヤードロスしました。セカンドダウン、ショットガンフォーメーション、軽くフェイク入れてまたパスが通りました。パスが通ってファーストダウンを獲得しました。またまた85番の玉井です。この玉井へのパスが今日2回目だと思いますが通りました。今のはしかし桂がうまくパスを通してきました。あっという間にパスコンプリートでファーストダウンです。朝日飲料陣内の42ヤード地点、ショットガンのようですね、ショットガンから今度はランプレーできました。朝日飲料チャレンジャーズのこの辺りはオフェンスの工夫が見られます。30番の瀬畑が、ショットガンからハンドオフを受けてランプレーということですが、はい、鹿島のディフェンスラインもよく見ていてですね、85番の大浜とか、98番ですか、はい、新井とかがまあよく飛びましたね、はい、今のゲインは1ヤード、まあ、先ほど田中さんからお話にあった30番の瀬畑です。今度は地方から来ました角里ですか。朝日飲料12番の角里がボールキャリー、アップバックの位置からのランプレーですから、はい、これは朝日飲料としてプレーの幅を広げるためにこのプレーをしてきているというところなんですね。なるほど。ですから当然中村のラン、瀬畑のランを生かすために、他のランプレーもありますよということを、まあ、見せているという可能性ですね。アップバックというのはクォーターバックのすぐ後ろに位置しているランニングバックの選手のことを指しますが、今度はまたショットガンでサーダウンロング、このサーダウンコンバージョンでどうでしょうか。プレッシャーを桂にかける、桂がしてきますがサイドラインの外、最後は2番の百瀬あたりが必死に追いかけていきました。この桂も日大出身、今日は鹿島のクォーターバック鈴木も日大出身なんですが、日大といいますとショットガンフォーメーションでこのクォーターバックの走力というのも非常に高いものがあります。そうですね、判断力っていうのはねすごく活かしているプレーですんでね、はい、しかしファーストダウンまでには届きませんで、フォースダウンでパント、田中のキック、今度は高く上げました。これは普通通りにキャッチしています。24番の佐野です。柴崎さん、はいどうぞ。朝日飲料チャレンジャーズですが、今から守備につきますけれども、先ほどのですね攻撃の鹿島の攻撃中にですね指示が出ましてですね、やはりランに注意しろと、そういう指示が飛んでおりました。はい、リポーターの勝俣さんから
報告がありました。やはりパスはある程度封じているということで、そうですね、ラインバッカーを多くして守る人間が多いですから、どうしてもその分だけフロントラインが薄くなるということで、ピッチました、30キロの堀口、しかし回り込めない、回り込めない堀口、49番の大島、あるいは21番の港が追いかけてきました。堀口はああいう形でこう外を回り込んで前に進んでいくというプレーがあるんですが、当然堀口のまあプレーをねこう意識したんですけれども、その前に山田、31番の山田がですね、まあブロッカーを押し込めるようなこうタックルをしてましたんでね、ちょっと堀口も横走りになってしまいましたね、はい、そうですね、したがって1ヤードロス、セカンドダウン11です。今度はパスでいく、左サイドからパスがようやく通った、パスが成功しました。あ、ここは鹿島28番の佐藤です。佐藤を鈴木は使ってきました。一つ平手へハンドオフのフェイクを入れたプレーでした。鹿島もただ単にこの通常通りのパスプレーではなくて、今のようにいろいろとこちらも考えなければいけないわけですね。そうですね、当然パスを投げるゾーンの守備が多いですから、はい、複雑なパスコースであるとかクォーターバックが動くということが必要だと思いますね。サードダウン、今度はランプレーできました。それにしても山田早いですね、これ堀口を止めて鹿島ファーストダウンを取ったんですが、今もっと堀口が、そうですね、私ちょっと堀口がもっと抜けるという感じしましたが、ここで山田がスッと戻ってくるというね、いや本当ですね、31番この朝日飲料の山田の守り、これ右の横からスーッときますか。79番の前川とかがねいいブロックをしてたんですけどね、はい、しかし堀口のランでファーストダウンを取っています。自陣の40ヤード地点からです。ファーストダウン10です。パスでいく、これは早い、そうですね、早いプレーですね。21番関山への、外に開いてレシーバーが早く中に入ってくる、ラインバッカーの手前ぐらいに走り込んでくるプレーですね。こういったパスは確実に決められる可能性が高いですから、そういう意味では、鹿島の今日の今のこうプレーの組み立ての中でいろいろ試しているというところでしょうね。ゲインは5ヤード、セカンドダウン5です。またパスでいく、あ、しかしこれは少し短くなりました。ターゲットはこの堀口でした。まあ、鈴木にしても思ったように今日プレーができないというようなことじゃないですかね、はい、この鈴木は今シーズンは獲得ヤーデージが969ヤード、パス成功率が 69.5%、インターセプト4つ、そしてタッチダウンパスが実に16個という素晴らしい成績を残していますが、今日は少し朝日飲料のプレッシャーに苦しんでいます。ランプレーできました、これもいい感じで抜けていきました。ここも39番の堀口です。鹿島のランプレーに気をつけろというような指示が朝日飲料にあったんですけど、はい、なかなか止められてませんね。そうですね、鹿島のオフェンスラインが頑張ってるってことでしょうね、それだけ。柴崎さん、はい、今もですね、藤田ヘッドコーチがですね、ファーストダウン取られた瞬間にですね、次だ次だと、ここでランを止めるんだと大声でグラウンド向かって叫んでいました。はい、その鹿島のランプレーをめぐる攻防、ファーストダウン10、朝日飲料チャレンジャー陣内に入っていました。これも行きました。35番平手ですね。この辺り田中さん、朝日飲料が止められない理由って何かありますか。やはり1クォーターやって、アジャストできてきてるんじゃないでしょうかね、鹿島の方が、はいはい、特にディフェンスラインのコントロール、それから第2戦目のラインバッカーのコントロールの、まあ、仕方をですね、うまく調整できてきてるという形だと思いますね。セカンドダウン1、鹿島が少しリズムに乗ってきました。オフェンス今度はまたしてきました。スイッチスクランブルでいきました。ファーストダウン取っています。右にスペースが空いていました。そこはしていきました鈴木。ランプレーの中で今のようにこの
当然パスも見せていかなければいけないわけなんですが、そうですね、あのランプレーがあれば当然パスプレーも生きてきますので、ただこれはセカンダリー、いわゆる朝日飲料のラインバーカーコーナーバック陣がレシーバーをうまくカバーしていたので、鈴木も走らざるを得なかったということでしょうね。ファーストダウンを取って鹿島が朝日飲料陣内の28ヤード地点まで入ってきました。今のは手元が狂ったのかどうか、ちょっとまあパスレシーバーとのタイミングが合わなかったですね、はい、ただこういったところもリーグ戦ではあまり見ることのなかった鈴木のパスインコンプリート、それだけ朝日飲料がよく守っていると、特にパスディフェンスはいいというところではないかと思います。セカンドダウンです。今度はボールも出してきました。たださすがの堀口もこれは前が詰まっていました。朝日飲料はただ自陣深く攻め込まれれば込まれるほど、田中さん、そのディフェンスの硬さっていうんですか、強さっていうのは際立ってきますからね。そうですね、当然1試合の流れの中で、必ず止めなきゃいけないというところはやはり各選手のレベルという部分では分かってますので、ね、はい、ただ鹿島にしてもじりじり行くということが、ね、必要だと思いますね、レシーバー多くしたようですね、はい、ショットガンでいきますね。鹿島鈴木のショットガン、しかしターゲットが足が止まった、パスを投げた、タッタC の周知にタッチダウンパスが通りました。第1クォーター、鹿島ディアーズショットガンフォーメーションからでした。最後は左サイドエンドゾーンの中、ほとんどフリーで C の周知が待ち構えていました。9対0となっています。これが今シーズンの鈴木のすごいところでしょうか。いや、私もびっくりしたんですが、まさか鈴木がショットガンをしてくるかと思いましたね、今まで今シーズン一度も見せてないんじゃないですかね、このプレーは、はい、そしてトライ4ポイント決まりました。10対0鹿島ディアーズが第2クォーター、固い守りの朝日飲料からタッチダウンを取りました。もう一度今のショットガンからの鈴木のタッチダウンパス、この鈴木の判断力っていうのですね、生きてますよね。自分で私途中までまた走るのかなと思ったんですけど、そうですね、99番の加藤がですね、すごいプレッシャーをかけてきてるんですね、真ん中で、はい、今行きましたね。でそれに対して少しでも前に進みながらレシーバーを探すということですね、しかし6番のシードが、ね、いいところに、はい、待ち構えてましたね。リードが広がりました。鹿島第2クォーターです。ですから第2クォーターの11分39秒ですか。鹿島のキックオフ、桃沢がリターンしていきます。朝日飲料どこまでキックオフリターンしていけるか。まずまず30ヤードライン上を越えていきました。朝日飲料のこれから第2クォーターも残り時間がもう1分15秒というところで、そんなに多く残っていませんけど、オフェンスが始まります。4回目のシリーズですので、はい、前3回すべてパントで終わっているということですから、ここでやはりフィールドゴールまでは持ち込みたいというところでしょうね。朝日飲料陣内32ヤード地点からショットガンフォーメーション、桂、うん、パス失敗になりました。今のは75番のですね、木村のプレッシャーがですね、非常にあったと思うんですよね、でこの桂もちょっと手元狂ってしまったという形で、これが75番の木村、まあ、この木村強い時のディアーズの中心選手、今ももちろん ね、はい、
ただ気をつけなきゃいけないのはこの木村、谷島あたりがですねオフェンスラインにダブルチーム2人で取られた時の対策っていうのをよく考えておかないといけないですね。はい、またショットガンできます。パスですがファールマークが出ています。一瞬インターセプトしたように見えたんですけどね。13番迫田ですね。カジマの方に反則がありました。今のも紙一重というようなところだったと思うんですが、まあ、両チームの選手ともですねそこにいた選手はボールに一生懸命行ってるんですけどね、はい、わずかなタイミングでパスインターフェアになってしまうということですよね。朝日飲料にパスダウンを与えます。パスインターフェアの反則が鹿島の方にありました。島崎さん、はい、今もですねまた反則ありましたけれども森ヘッドコーチですねちょっと今日は反則が多いかなというようなですねうーんというような表情を見ましてまた、向かっております。そうですね、確かに、少し朝日飲料に比べますと反則の回数が多くなっています。この試合に限って言いますと鹿島もそのあたりは注意しなければいけません。ファーストダウン10の攻撃になります。36ヤード地点からパスはインコンプリートに終わりました。第2クォーターも残りが1分を切っています。ショットガンもなかなか通らなくなり始めています。じわりじわりとこの辺りは桂の方も鹿島のプレッシャーを感じている、そういうところがパスのミス、正確なパスがなかなか投げられなくて、中村へのパスですね。中村多分そのままステップを踏んで倒して、この辺りが強い。最後は迫田がなんとかこう投げ倒したというところになりました。大きなプレーになりましたね。オフゲインになりました。朝日飲料一気に鹿島陣内に入っています。タイムアウトというジェスチャーを見せています。ランプレーではまだ本来の力が出ていなかった中村ですがここはレシーブで見せました。4人ぐらいタックルを外してますよね、はい、中村が中からスルッと出てきて彼の走力を生かして、ここで2人、3人、4人で5人目の迫田が一生懸命もう自分の体を全部使って、はい、という形ですね。迫田がタックルに行かなかったらそのままエンドゾーンというような感じの中村多門の走りでした、はい、タイムアウトを朝日飲料が取っています。前半はこれで1回ずつタイムアウトを取っています。朝日飲料としてはスコアリングをするチャンスであるということですから、はい、このタイムアウトで、プレーの確認をしてやっていこうということですね。鹿島陣内の34ヤード地点にボールが置かれています。田中さんが、少なくとも今までパントでずっと終わっていた攻撃、ここは前半でフィールドゴールでもいいから点が欲しいというところだったんですが、そのフィールドゴールのチャンスも出てきましたし、よく うまく攻めればタッチダウンという目もなきにしもあらずという形ですね。そうですね、はい、ここで桂が、パスを多分すると思うんですけれども、このパスが成功するかどうかということでしょうね、はい、ショットガンからレシーバーが3人散らばっていきます。やや迂回したパスが通りました。パスコンプリート、7番の梅田よく桂が見ていました。ここでまたタイムアウトですか。はい、タイムアウト朝日飲料前半2回目、タイムアウト朝日飲料これで2回目のタイムアウトを取りました。しかし中村にパスが通った、それでロングゲインをした、その後なかなかこの桂がいい感じでこのパスをつなげてきました。ショットガンフォーメーションであるということと中村の動き方ですね、その辺もやはりディフェンスとしてはチェックをしなきゃいけないという部分もあったと思いますね、はい、もう鹿島の17ヤード地点に来ていますから前半残り42秒、タイムアウトもあと1つ残っています。当然フィールドゴールはもう視野に入れていいと思いますので、はい、ただ得点が今鹿島が10点と、朝日飲料10点ということですから、
10対0ということを考えますとタッチダウンで、前半を終わりたいという考えになると思いますね、まあ、ここでタッチダウンでもし朝日飲料が前半を終えることができればこれは後半に向けて大きな大きな得点ということになりそうですね。追い上げムードという形になりますんでね。ファーストダウン10鹿島のエンドゾーンまであと17ヤードショットガンフォーメーション、ま、中村じゃないですか。パスがどうでしょう。また取りました中村多門。まだこの辺りは倒れない、なかなか倒れない。パスレシーバー27番の中村多門、しかしインバウンドですから時計は止まりません。時計は動いてますんで動いてますね、多分スパイクをすると思いますね、はい、セカンドダウン、セカンドダウン10です。スパイクしました。まあ、わざとパスを下に投げ捨てるということで時計を止めました。前半残り時間が16秒、タイムアウトがあと1つ。ここはダウンはサードダウンになりますので、このサードダウンどうするかというのは難しいですね、はい、ちょっとまだサイドラインの方を見てプレーの確認をしている感じの18番の桂。まあ、普通に考えたらこれはパスという形だと思うんですよね。一方の鹿島がどういう守りを見せるか。サードコンバージョン、フェイクを入れた、パスを投げた、どうだ、取った、取りました、タッチダウン。3番の桃沢、タッチダウンのお返しは朝日飲料。第2クォーター朝日飲料がタッチダウンを返しました。桂の見事なパスです。エンドゾーンの中で桃沢がしっかりと掴んでいました。もう一度今のタッチダウンし、倒れ込んだところがエンドゾーンと。そうですね、ゴールラインのライン上の線がある、まあ、ライン上の線とおかしいですけど、ライン上のところを通過すればもうタッチダウンですね、田中のキック、これは何だか決まりました。得点が動き始めています。第2クォーター10対7、鹿島ディアーズのリードは再び3点です。もう一度今のタッチダウンパス、中村にワンフェイクを入れて、ディフェンスライン、ディフェンスラインバッカーを、ま、少し止めさせてっていうところでしょうね、はい、ただここはこのタッチダウンを取った朝日飲料は見事なんですが、鹿島の方もパスで来ると分かっていながらやられてしまったと。そうですね、いうところでしょうかね。ここで気をつけなきゃいけないのはこのキックオフですね、はい、このキックオフを確実に鹿島は自分たちのボールにしとかないといけないですね。1番の笹野、またリターナー、ここは転がしてきました、リターンしてきました。10番の山本、山本ビッグリターンになりました、ビッグリターンになった。30ヤードの手前で止まりました。リターナーは10番の山本慎也、やはりランニングバックですから、ボールを持ってからが早いですよね、はい、これ転がしてきたのはいい作戦だったんですが、この逆に山本にとってはいいリズムになったような感じになりました。そうですね、あの24番の佐野と7番の上村のまあブロックがありましたよね、はい、今上村が出てましたんで前半の最初にねちょっと怪我を心配しましたけども大丈夫のようですね。そうですね、この大きな試合で上村が出るか出ないか大きいですからね。そしてしかしいかんせん今タイムアウトを取っていますが、残り試合時間が前半は2秒となっています。これは一つのプレーという形になりますので、はい、まあ、ここで無理をするかしないかということを考えると、まあ普通に行けば無理をしないで、2ダウンをして後半に臨むというのが一番いいと思いますね、あえてプレーをするのか、そのまま、しかしショットガンフォーメーションですね。ショットガンで画面奥、レシーバー3人いますね、はい、奥に3人、そして手前に1人、4人いる。エンドゾーンの中に入る、そしてパスを投げてきました。このパスを取れるかどうかですが、インターセプトした、インターセプトした。朝日飲料が最後はインターセプト、しかし大島インターセプトで前半戦が終了しました。まあ、これはしょうがないでしょうね、ええ、あの鈴木にしても
ここ残り2秒というのを一つかけてパスを投げるという形ですから、でターゲットが87番の痛いということですから、カバーがきつかったということですね。まあ、こういう結果も鹿島の方はあり得るという、ね、そうですね、ことであえて投げてきました。しかし最後はパスインターセプトで第2クォーター時計がゼロになりました。ご覧のように第1クォーターはフィールドゴールで鹿島3点先行、第2クォーターも鹿島がタッチダウンを取ったんですが朝日飲料すぐ取り返しています。今森ヘッドコーチが映っています。それでは前半戦を終了しました鹿島ディアーズ、森ヘッドコーチにお話を伺います。前半戦終了していかがですか。まあ、予想してた通りの展開でやっぱりディフェンス強いですね、お互い我慢比べに負けないように粘り強くいきたいと思います。スコアはもう関係ないですね。かなり前半戦ですねランプレー目立ったような気がしたんですが。そうですね、まあでも後半どうなるか多分アジャストしてくると思うんで、まあ、目の前のプレーやるだけです。後半戦どのような試合展開を予想されますか。いや、どっちにしても僕らが勝つとしてもその簡単には絶対勝てないし、まあ、負けるとしたら大差ありますけど、あんまり先のことを考えずに目の前のプレーに集中することだけですね。展開はあんまり考えてないです。後半戦頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。以上 森ヘッドコーチにお話を伺いました。前半戦を終了して10対7、鹿島がリード、森ヘッドコーチは我慢比べ、スコア関係ないというお話でした。10対7鹿島リードしてハーフタイムに入っています。K3 Type SR。師走に入りました横浜スタジアム、冷たい風が吹いていますがフィールド上試合は白熱しています。ファイナル6の準決勝、鹿島とそれから朝日飲料、予想通り接戦となりました。10対7鹿島がリードして、そしてハーフタイムに入っているところです。田中さん、はい、なかなかの面白いこの締まったゲームという感じですね。そうですね、お互いのディフェンスのいいところが出て、まあ、得点もですね10対7ということで3点差、はい、非常に面白い展開ですよね。森ヘッドコーチも、まあ、スコアは関係ないというコメントを最後話していましたけど、はい、全くその通りでしょうね。そうですね、一ついいプレーでオフェンスが出したら次にディフェンスが止めてしまうという、はい、そういった展開ですから、本当に1プレー1プレーが息を抜けないプレーっていうのね形で森ヘッドコーチとかがお話になったと思うんですね。鹿島が先制点を取って、それから、タッチダウンをさらに追加して10対0となったところで、まあこれ以上また鹿島が先に点を取ると朝日飲料は厳しいというようなところで取り返したというのが大きかったですね。はい、そうですね、朝日飲料としては活躍してほしい人が活躍してくれた結果だと思うんですよね。まあ、その得点シーンをハイライトでご覧いただきたいと思います。これが3対0と鹿島リードして鈴木のタッチアウトパスです。鈴木がリーグ戦では見せないようなショットガンからの、まあ、プレーですね。はい、違う角度からもう一度ご覧いただいていますが、ここでピタッと止まって C のよくこう見つけてパスを通してきたという鹿島のこの試合最初のタッチダウンシーン。やはり今シーズンこれだけの成績を残したというのもうなずけるなというような感じですね。よく落ち着いてレシーバーを探せているということでしょうね。はい、この後のキックも成功しまして、第2クォーター途中までで10対0と鹿島がリードを広げました。まあ、このまま終わってしまうと後半も鹿島の流れだというような風に思えたんですけど、タッチダウンをすぐに朝日飲料が返します。そのシーンをまた VTR でご覧いただきたいと思います。
このシーン桂がよくパスを投げましたよね、はい、で桃沢もナイスキャッチというところですね、はい、鹿島の方もディフェンスとしては、ね、パスで来るだろうというのは多分予想してたんでしょうけどね、はい、桃沢のいいコース取りっていうんですかね、うん、まあそれが光りましたね、まあ、その今のタッチダウンの前の中村タムへのパスが通って、はい、で中村がロングゲインをしたってあれが大きかったですね、柴田さんのおっしゃる通り中村多門のパスこれがですね、後半に入る前に汗飲料が立ち合う取れたというね一番の要因だと思いますね。そうですね、だから今日の試合というのは汗飲料としてはやはり中村の活躍というのはね、はい、やっぱりキーのプレイヤーになっていると思うんですよね、だから当然梶間のディフェンスも中村を走らせないようにということはまあ考えてはいると思うんですが、うん、まあ、でもやはりあれぐらいのレベルの選手になりますとなかなかこう抑えたくても抑えられないというところが ねおそらくあると思います。まあ、前半は非常にこの面白い展開で進んできました。ではこの試合ゲーム前に、両チームのヘッドコーチに話を聞いています。まず、鹿島の森ヘッドコーチのインタビュー話から聞いてください。いよいよ朝日飲料と試合を決するわけですけれども今日の試合展開予想していただきたいんですが、まあ、試合展開予想できたらいいんですけどもうとにかく やってみないとわからないんで準備してきたことがちゃんとできるかどうかですね。展開はちょっとわからないですね、はい。まあ今日ですね、キーポイントとなる選手がいれば教えていただきたいんですが、特に誰ということはないと思うんですよ。オフェンスもディフェンスもキッキングチームもとにかくその時フィールドに立っている選手が自分の仕事をちゃんとできるかどうかだと思います。森コーチ自身ですね朝日飲料のコーチを去年までされていたわけですけれども、はい、その教え子たちといよいよ対戦するわけですがその心境を教えてください。教え子っていうことはないんですけど、まあ、一緒にやった仲間だと思ってるんですけど、まあ、ビデオ見てたらやっぱりまあ、特別な感じはあるんですけど今日の試合は別にそれは関係ないですね。意識してないです。それでは最後にですね、今日のゲームプラン何かあれば教えてください。とにかく試合の最初から最後まで自分たちのやろうとすることをずっとやり続けると試合展開に関係なく一プレイ一プレイ集中するということですね。それでは試合頑張ってください、はい、ありがとうございます。試合前にお話をお伺いしました鹿島の森ヘッドコーチでした。森ヘッドコーチはこのゲーム間隔が1ヶ月空いたことに関しては、はい、メリットとデメリットの部分があるんだというふうに話していました。まあ、メリットの方は非常に怪我人の選手も含めてコンディションを立て直すことができたというふうに言っていました。それからデメリットの方は、まあ、試合をやるごとに本当はこうチームが仕上がっていくんだけどその試合ができなかったのが、まあ、デメリットかなというふうに話していました。では続いて朝日飲料の藤田ヘッドコーチにもお話をお伺いしていますのでどうぞ聞いてください。いよいよ鹿島ディアーズとの試合になります。ここまでのチームの仕上がり具合いかがでしょうか。そうですね、まあ、今年のチームの中ではまあまあの状態だと思います。はい。今日のですねこの試合展開どのように予想されますか。ね、それがね予想つかへんですね。まあ、ほんまどうなるかやってみんとわからんと思います。はい。今日キーポイントとなる選手いらっしゃれば教えてください。まあ、もううちの場合はまあオフェンスだった中村多門ディフェンスだった川口山田晋三という、まあ、キープレイヤーがいますよね。ね、特に、まあ、それ以外で言うと今日はオフェンスラインの頑張りが気になるんちゃうかなと思います。鹿島ディアーズにはですね昨年まで一緒に戦った森ヘッドコーチがいらっしゃいますが特に意識されることありますでしょうか。そうですね、まあまあ、自然と意識してしまうと思いますし森さんとは長い付き合いなんでねありますけど、まあ、逆になんちゅうか楽しみというか胸借りるつもりで思い切ってやりたいと思います。はい。それでは最後にですね、まあ、今日のゲームプラン何かあれば教えてください。今日の、まあ、ゲームプランというのは、まあ、具体的じゃないんですけどとにかくアグレッシブに積極的にいくということですね。はい。最後に朝日飲料の藤田ヘッドコーチのコメントにもありましたけどとにかくうちは消極的になったはダメなんだと積極的に攻めの姿勢でいくというふうに私にも話してくれました。やはり両チームのヘッドコーチお互い
意識はまあそんなに、するなというよりは一緒にずっとやってたんだから当然まあ考えてしまうと言ってました。ただですね、うちのプレーを相手がどこであろうとうちのプレーをするんだということは強調してましたよね。そうですね、当然あの2人ともですねチームを預かっている身ですから、はい、そのために、今日までやってきてますので、一個一個自分たちが、築き上げてきたものを、まあ、見せたいということでしょうね。なるほどね、まあ、その築き上げてきたものを後半出せるかということになります。それではオール X リーグというのが発表されているんですが、そのメンバーをご紹介したいと思います。ご覧いただいていますのがこれがオフェンスということになります。カジマディアズから4名出てますね、出てますね、はい、カジマ、鈴木、イタイ、それから古川、ハリマという4人、一方の朝日飲料の方は平本です。そしてこれがディフェンスの方なんですが、こちらもカジマが3人です。朝日飲料も3人選ばれています。やはりディフェンスが強い両チームの特徴が現れています。それからこちらがスペシャルチームなんですが、パンターで朝日飲料は田中が選ばれているということです。やはりさすがにあのレベルの高い選手が両チーム多くいるということで多く選ばれているということですね。今日この試合でもですね選ばれている選手がですね活躍をしてますよね、はい、ディフェンスで言いますと9番の川口、31番の山田、それから49番の大島、この辺がねよく活躍してますんでね、はい、やはり選ばれたのは伊達じゃなかったなというところでしょうかね、はい。そして今日はもう一試合、大阪長居の方で松下電工とリクルートの試合が行われているんですが、その途中経過入ってきました。前半を終了して7対0で松下電工がリクルートクラブをリードしているという途中経過が入ってまいりました。大阪の長居の方で行われているやはりこちらの方も力のあるチーム同士の対戦ですから、僅差のゲームということになっているようです。まあ、この試合の勝者と、はい、長居の勝者、うん、この2チームがですね東京スーパーボウルで当たりますんでね、昨シーズンは関西対初の関西対決と、はい、いうことになったわけなんですが、今年はもう今日で結果出るわけなんですが全く分かりませんね。そうですね、試合の展開はどっちもまだ分からないところだと思いますね、後半のゲーム以下ということで、そのあたりは見ている方も非常に興味の湧くところでもあります。フィールドの方は両チームの選手がすでに姿を現しています。こちらが朝日飲料、まあ、ハーフタイムでヘッドコーチから一体どういう指示があったのか。ただいい形でなんとなくこの後半戦迎えられそうなリードはされていますけど、そうですね、やはり後半最後の後半というか前半最後のプレーでタッチダウンになったということで、追い上げムードというような、ね、イメージがつくと思いますので。そうですね、柴崎さん、はい、どうぞ。それではですねフィールド上朝日飲料チャレンジャーズのですね、川内選手に来ていただきました。前半戦終わってですね鹿島のオフェンス陣いかがですか。なんかねあんまやる気ないんですよあいつら。なんか淡々とやってるんですよ。にもかかわらずこんな内容になってしまってね、めっちゃ情けないです。ちょっとねほんま、まずやる気出してもらわんと最悪さ、向こうに合わせてね全然すわ、はい、全然もっともっとやります。後半戦向けて頑張ってください。やりますよ、はい、やりますよ、見ておいてください、はい、ありがとうございます。朝日飲料の川口選手に話をお伺いしました。今インタビューしてまいりましたが、どうも本人は納得しないところがだいぶあるようです。そのあたり果たして後半納得できるプレーができるのかどうかです。間もなく後半のキックオフです。皆さんはこすったり削ったりスプレーでゴシゴシとお掃除に時間をかけていませんか。もうお掃除にマスクは必要ありません。スチームバギーなら水道の水だけでキッチンはもちろんお風呂、トイレからリビングまで家中どこでもピカピカにしてくれます。水をスチームバギーに満たしてスイッチを入れるだけ。キッチンの洗浄、そして生ゴミの匂いにも効果を発揮。スチームバギーは頑固にこびりついた油汚れも簡単に分解し、あとは拭き取るだけ。お風呂場のタイルについたカビや手の届かないところの汚れも高価な洗剤や薬品を使わずに洗い流します。
ああこのカーペットの汚れ、プロのクリーニングを呼んだ方がいいですね。でもスチームバギーならその必要はありません。フロア用アタッチメントがついていますので、スチームの力で汚れやシミを浮き上がらせ分解します。家中どこでも大活躍のスチームバギー、ストラップ、ノズル、延長ノズル、さらにスクラブブラシ、窓用スクイージー、フロア用ブラシ、軽量カップ、そしてクロスカバーをつけて、驚きのお値段 19,800 円。スチームバギーは室内でも屋外でも大活躍の洗浄マシーンです。お申し込みはフリーダイヤル 0120-633-397、 今すぐお電話ください。 Get it at Shop Japan。人と自然に優しい暮らしの形。ABC ハウジング。東京スーパーボールに進出するのはカジマか朝日飲料か。10対7、カジマリードして後半が始まります。では両チームの前半のスタッツをここで紹介したいと思います。ご覧のような数字が出ています。まあ、ファーストダウンの数はカジマの方が2つ上回っています。でトータルヤーデージも鹿島の方が上回っているということですが、やはりランとパスでは田中さん、だいぶ違いがありますね。そうですね、チャレンジャーズの朝日飲料チャレンジャーズのパスプレーが光っているという形でしたね。はい、後半も果たしてこのままの数字通りに行くのかどうかということになるわけなんですが、第3クォーター後半は鹿島のキックオフ、そしてリターンは朝日飲料です。画面の右の鹿島がキックオフ。3点差が縮まるのか広がるのか。転がしてきました、リターンしてきます。12番の角利、田島の方としては田中さん、はい、前半終了間際にちょっと得点を返されたというそういうダメージといいますか何かありますか。特にないとは思うんですけれども、ディフェンスの、まあ、コーディネーターであるメンバーがですね、かなりチェックを入れているんじゃないかなと思いますね。朝日飲料陣内の39ヤード地点からファーストダウン10の攻撃、またショットガンになりました。ショットガンからのドロップレーになりました。ショットガンフォーメーションからのドロップレー、30番の瀬端がボールキャリーということになりました。田中さんはこの後半に向けて勝つためにはどのあたりがこうポイントになるというふうにお考えになりますか。やはりミスが一番怖いゲームだと思いますね、こういうゲームになりますと。ですからミスをしないこと、ファンブルとかですね、はい、ペナルティもそうですし、ミスをしないことっていうのが一番のポイントだと思いますね。なるほど、パスが通りました。パスレシーブ6番の西岡、パス成功です。今のパス成功でファーストを取りました。はい、どうぞ。ハーフタイムのですね、両チームの状況をお知らせいたします。鹿島ディアーズですね、ベンチ戻りましたらですね、やはり中村多門選手がどうしても止まらないと、この中村を抑えない限りまた点を取られてしまうぞというようなことで、森フットコーチがお話しされていました。はい、ファーストダウンを取りました朝日飲料。鹿島陣内に入っています、中村を、その止めなければいけない中村を止めたような感じになりましたが、ファールマークが出ています。タックラーは71番谷島、オフサイドがありました。鹿島の方です。しかしこれは力強いプレーですよね、谷島の。やはりオフサイド、鹿島85番5ヤード抜退してファーストダウンを繰り返します。オフサイドの反則が鹿島にありました。ちょっと気持ちの勢いが出てしまったかもしれないですね。そうですね、でもやっぱり森ヘッドコーチが話していたという中村を止めなくちゃいかんという、はい、なんかそういう気持ちが谷島には出てましたね。そうですね、当然
ディフェンス陣は、特にディフェンスラインはね、はい、中村のランプレートで止めるというのはね、気持ち入ってると思いますね。パースダウン5パスできますが捕まえました。追いかけていったのは昼間あたりだったでしょうか。またファールマーカーしかし出ています。またオフサイドのようですね。続けて鹿島の方にオフサイドの反則です。オフサイド鹿島44番5ヤードバッターして朝日のポスター。せっかくあの最初は中村を谷島がよく止めて、今も桂を止めたというふうに思ったんですけど、いずれもオフサイドの反則ということになってしまいました。鹿島どうしても鹿島の方がちょっと反則の数が前半もそうだったんですが多くなりかけています。ボールは鹿島陣内です。38ヤード地点から朝日寮ファーストダウン10ランプレーできました。ボールキャリアは27番の中村。どうでしょう中村のしかしランプレーですが、全体的にはそんなに走られているという印象は数字的にはないと思うんですかね。そうですね、あの1回1回は非常に短いと思うんですよね、はい、ただあのこれがボクシングでいうジャブのように効いてくる可能性がありますので、やはり早めに、彼のランというのをもっと止めないといけないということになると思うんですね、ゲインは3ヤードでセカンドダウン7になりました。真ん中を抜けました。いい感じ、手バテが来ました。手バテがこのまま抜けた。エンドゾーンまで入りました。両手を高く上げた背バテ、逆転に成功しました。朝日飲料真ん中から行きました。背バテこれで13対10となりました。朝日飲料それにしましても今ピッチした感じになりましたね。ピッチというのがちょっと意表をついた形だったかもしれないですね、エンドゾーンの中では両手を上げました。セバタそしてフライフォーポイント、キックも決まりました。後半開始早々逆転に成功しました。朝日飲料がっちりとセバタと中村タボンが握手を交わしていました。14対10です。まあ、前半は田中さんの方からはこのセバタのお話がありましたけど、活躍しましたね。そうですね、セバタのいいところでのランプレーというのが出ましたね、鹿島のディフェンスとしてはセバタにピッチという形でこうそれも縦に入ってくるというのは、ね、予想してなかったんじゃないですかね、はい、今のプレーだとどちらかというと横に流れるのではないかというふうに考えたんじゃないですかね、まあ、そのあたりは相手の裏をついてきた感じの朝日飲料藤田ヘッドコーチ。この試合初めて朝日飲料がリードを奪いました。まあ、藤田ヘッドのこの表情もかなり気合が入っています。朝日飲料のキックオフ10ヤード地点から鹿島1番の笹野がリターンしていきます。ただあまり有効なリターンというわけにはいきませんでした。やはり前半終了間際のタッチダウンというのが田中さん後半の頭にもこう流れが残ってたんでしょうかね。そうですね、まあ、その辺はあのポジション的にはディフェンスバック陣には残るかもしれないですけど、ディフェンスラインにはあんまりないと思うんですけどね。鹿島のファーストダウン、鈴木から39番の堀内、堀内にボールが当たっています。今の堀口はしかし4ヤード出ています。セカンドダウン、ボールは鹿島陣内の31ヤード地点です。ランプレーこれも行きました。今度は堀口が抜けていきました。いい感じでタックルをかわす。なんとか最後は朝日飲料9番の川口ですね。川口が止めてますかね、はい、この川口は今逆サイドから走ってきたんじゃないですか。見てみましょう、これ堀口ですね。
画面で左サイド側からずっと上がってくるんですが、あ、本当ですね。川口が来なかったら堀内はもっと出てましたね。そうですね。ただ川口のこの運動能力のね、良さというかそういうところでしょうね。朝日飲料の中村多門も人に強いんですが、この堀口も非常に強い。今15ヤードゲインしました。素晴らしいランを見せました。今度は右へロールアウトする、投げ捨てた形になりました。鈴木依然として朝日飲料のプレッシャーを受け続けている鈴木和義。今日の鈴木の成績をご覧いただいています。12回投げて成功が5回、57ヤードタッチダウンが1つ、インターセプトが1つ。まあ、このインターセプトは思い切って投げたのを取られたという、そうですね、前半終了間際に、投げたインターセプトですから、はい、どちらかとはあまり影響がないという部分だと思いますね。ただ今の数字はタッチダウンパスが1つありますけど、相対的に言うと鈴木は物足りないでしょう。リバースビーム落としていきました。あ、しかしハッとハンド、これは拾ってファンブルしましたか。ファンブルですね。ファンブルしてターンオーバーになりました。はい、珍しいプレーですね。最後持っていったのは82番の川島です。今のは一つちょっと複雑なプレーだったんですが、このタックルですね。はい、今のは秋山ですか、23番の。ちょっとあの背番号の方がよく映ってなかったんですが、おそらく23番の秋山だと思いますね。ターンオーバーが出てしまいました。堀口がファンブル、そして朝日飲料がまたまた大きなチャンスを迎えています。ここは鹿島のディフェンスは踏ん張りどころですね。14ヤード地点からファーストダウン10、ショットガンからランプレー、中村タモに持たせた。中村に持たせています。そういえば田中さん、はい、ファイナルシックス1回戦の朝日ビールとの試合でも守って守って、そしてインターセプト、このディフェンスがいいプレーを見せて得点に結びつけたという試合でしたな。あれもそうですね。それと27番中村多門がですね、試合を通じて100ヤード走ったと、はい、でその中にはですね、前半最後の印象があったようにロングプレーの、ね、こう連続というのが何回かあったということですので、まあ、やはり中村というのがキーになっていると思いますね。そうですね。フィールド上はちょっと朝日飲料の選手が1人傷んでいます。今の中村のランプレーでゲインは1ヤードということになりました。したがってここは鹿島陣内の13ヤード地点、鹿島はここはもう何が何でもタッチダウンだけはこう阻止したいと。そうですね、フィールドゴールはもうやむなしという部分かもしれないですけど、はい、ここでもう一本取られてしまうと、いかに鹿島といえどもちょっと朝日飲料のこの固い守りを考えますと厳しい状況にはなってきます。セカンドダウンの攻撃になります。朝日飲料もうエンドゾーンも見えています。ショットガンフォーメーションが続く。朝日飲料レシーバー4人、パスを投げた、タッチダウン、パスが通りました、タッチダウン。朝日飲料89番滝本克夫、タッチダウンパスを見事にキャッチしました。これで連続タッチダウン、突き放しにかかりました。朝日飲料20対10となりました。この辺りが一気加勢に来ます。朝日ちょっとマークがずれたのか、鹿島トライ4ポイント決まりました。21対10となりました。朝日飲料のリードは11点。もう一度今のタッチダウンシーン、滝本が見事に12ヤードのパスをキャッチしています。しかし朝日飲料は田中さん、はい、こういったチャンスは確実にものにしてきますね。そうですね、昔からキッキングゲームとかこういったチャンスというのを、ね、ものすごい上手いチームでしたんでね。
田中さんが勝敗の分かれ目ミスということを挙げていましたけど、それが出てしまいましたね。はい、それも朝日飲料の堅いディフェンスというね、ものの結果だと思うんですね。はい、上村キックオフリターンしようとしたんですが足が外に出てしまいました。これも田中のいいキックでした。ちょっと出てますね、頑張ってね踏ん張ろうとしたんですけどね、もうラインを踏んだ時点で、ボールデッドということになりますね。ちょっと自陣の12ヤードぐらいですか、はい、なんか攻撃というのは苦しいですね。今7ヤードからですね。7ヤードですか。鹿島の攻撃が始まりますが、ここからのドライブというのは確かに厳しいものがあります。底力を見せることができるか鹿島。ここもこういうフィールドポジションですから当然ランプレーで行かざるを得ないわけなんですが、早いランプレーということで、はい、41番池本に持たせたんですけどね、まあ、この辺はやはり両チームのオフェンスラインとディフェンスラインの力比べという形になりますので、ね、柴崎さん、はい、朝日飲料のですね藤田ヘッドコーチ、先ほどのタッチダウンの時ですね、ようやく笑みがこぼれました、はい、やはり勢いに乗ってきましたね。さすがにちょっと硬い表情だった藤田ヘッドコーチもこの11点差ということで、今や31番の山田いいプレーでしたね。39番の堀口があと一歩で抜けるんではないかということのプレーだったんですが、ここでよく止めましたね。やはりラインバッカーのこの31番の山田とそれから9番の川口というのは朝日飲料にとってはもう欠かすことのできない選手であるということを証明しています。サーダウンコンバージョンですが、まだあとファーストダウンまで10ヤードも残っています。したがってパスでいく、エンドゾーン中に入っている鈴木、パスはインコンプリートに終わりました。あ、しかしファウルマーカー出てますね。エンドゾーンの中にファウルマーカーが落ちています。朝日飲料の方に反則があったような感じですね。ここはレフリーが、マーフィンのパーサー、朝日飲料22番プレミアスポットから15ヤードバッタイしてファーストダウン。反則は朝日飲料の方でした。パスを投げた後の鈴木に対してのヒットがあったということでしょうね。ラフィンザパサーの反則がありました。今度は朝日にとって痛い反則がありました。15ヤード前進という鹿島パス3点、堀口前が詰まっている。ここは今度は鹿島の堀口のランがちょっと出なくなってきたような感じになっていますね。そうですね、だいぶチェックが入ってるんじゃないでしょうかね。今77番のハリマのブロックをですね、まあ、ラインバッカーである三十の山田が止めに行くということで、走路をもう開けさせないというようなね、形のプレーをしてますんで、堀口もなかなか前に行くことができないですよね。走るその道がなければさすがの堀口もちょっと前進することはできません。セカンドダウンドングになります。しかしランプレーでいって堀口がファーストダウンまで届くかどうか、最後倒れたところがどこかということになります。そうですね、堀口もファーストダウンを意識して、はい、最後はダイビングしてましたね。どうやら今の堀口のランプレーでファーストダウンまで届いたようです。あ、今度は山田をかわしていきましたね。先ほどと同じプレーだったんですが、はい、山田を今度はうまくかわしましたね。さすが堀口というような今のはランプレーを見せました。鹿島陣内の34ヤード地点からファーストダウン点。鹿島はこのドライブは朝日飲料のエンドゾーンまで持っていかなければなりません。ランプレーでいきますが止まるか、止まらない、止まらない、平手が持っていきました。今度は35番の平手、平手はいいプレーしましたね、はい、77番だと思うんですけれども、森がですね最初にファーストタックル行ったんですけどね、
やはり平手が1000ヤード走ったという、ね、ランニングバックであるという証明でしょうね。相手の朝日飲料の瀬畑がタッチダウンを上げたんだから、この平手の方も頑張らなければいけないわけですよね。そうですね、頑張ってほしいですよね。ファーストダウンを今のランプレーで取りました。田島陣内の45ヤード地点まで戻してきています。またランでいきました。抜けました。これも中央だ。いい感じはしてきました。また行く。今度も平手、連続して平手が持っていきました。堀口、平手、平手ときました。鹿島、これ鹿島いいペースですね。前半のスタッツにもありましたようにランプレーは出ていますので、このプレーをキーにですね、早くゴール前に行きたいということでしょうね。今の平手は18ヤードを走っていきました。今日の平手4回キャリーで48ヤードアベレージが12となっています。朝日飲料陣内に入りました。今度はパステック鈴木、パスが通りました。41番の池本、41番へのパスが通りました。池本確実に進める形のパスというのを続きの方で選択してきましたね。はい、奥にいるレシーバー陣のまあマークを予想してですね、彼らにおとりになってもらって、まあ、41番の池本へのパスということですね。はい、朝日飲料陣内の34ヤード地点セカンドダウンでファーストまであと4ヤード。またランプレーできました。今度は堀口さん、また抜けてきました。力強い足を見せています堀口。堀口と平手が止まりません。ファーストダウンを取りました。腕組みをして劣勢ですが、鹿島の森ヘッドコーチ、やはり堀口のこのランというのは光ってますね。10番の山本がブロッカー役としてですね、いい働きをしているんですけれども、はい、堀口のその以上にですねランを進めているということですね。堀口は17回キャリーで89ヤードアベレージが 5.2。 朝日飲料、堀口の気持ちの中にはですね、先ほどのファンブル、あれによって自分が朝日飲料にチャンスを与えてしまったという思いがあって、それをどうにか自分の力で長期戦にしたいという、ね、思いだと思いますね。はい、おそらく今田中さんがおっしゃったようなものを期して心にこう刻み込んで走っていると思いますね。で朝日飲料はここを連続してですね、35番平手、39番堀口とランプレーが出てますんで、もう1回ディフェンスのですねアサイメントを確認しなさいということだと思いますね。はい、まあ、ここのタイムアウトは朝日飲料はもう取って当然というような感じでね、はい、やはりこのまんま、試合が流れていくと、得点だけじゃなくてゲームの流れまで変わってしまうという可能性もありますので、はい、そういった流れを断ち切るというイメージでもあると思うんですね。まあ、その狙いが果たしてここはこのタイムアウトで功を奏することができるかどうか。ここで気をつけなきゃいけないのはブリッツによってパスを仕掛けたときにブリッツによってプレーを潰されることですよね。朝日飲料の19ヤード地点からファーストダウン、追加パスできました。また長いパスを投げましたが、これは大きい。ターゲットは、まあ、ポストコースに走っていた一体ということだと思うんですよね。はい、バックして投げまして、一体が一生懸命いってちょっと打ちましたね。49番の大島がよく、まあ、カバーしてましたね。はい、今日はしかし鹿島は鈴木のパスがなかなか通らないということもあるんですが、豊富なレシーバー陣をなかなかうまく使えませんよね。やはりその分だけ朝日飲料のディフェンスの守りがねいいということですね。はい、セカンドダウンパスいく。7番の上村、上村が取りました。そのままファーストダウンを目指して走っていきました。上村が元気な姿を見せてくれていいですね。試合が始まった前半でねちょっと負傷してヒヤッとしましたけどね、元気に戻ってきました上村直弘。しかしファーストダウンまでには届いていません。このサードダウンショート、1ヤードない部分だと思うんですけれども大事ですね。ここでファーストダウン取らないと鹿島にとってはすごく試合が不利になってしまいますね。はい、
遺体がインモーションしていきます。そして一夜堂々でしょう、飛び込んでいきました。ダースさん取りましたね。今の堀口のランでファーストダウン取っています。77番のハニバがねいいプレーしてましたね。これでまず田中さんファーストダウンは取りましたね。そうですね。であと4回で、ゴールまで10ヤードありませんので、エンドゾーンまであと9ヤードとなりました。またランプレーできました。堀口ですよ。堀口がキャバスどうでしょう。あと2ヤードぐらいですか、しかしここはもうランランランで攻めてきます。鹿島大プレーはね潰れてるんですけどね、はい、58番の古川、77番の森などがもうプレーを潰してるんですけれども、堀口のもう目の良さというですね、はい、第3クォーター残り1分20秒台、なんとしてもここはタッチダウンまで取らなければいけないところまで来ています。ここでタイムアウトですね。タイムアウトを取りますね。タイムアウト、どちら取るか。カジマ、カジマですね。やはりこの試合のキーポイントになりそうだということで、はい、森ヘッドコーチ自らタイムアウトという感じじゃないですかね。そうですね。後半カジマディアーズが最初のタイムアウトを取っています。まあ、ここ試合のターニングポイントといって間違いないでしょうね、大きな大きな、まあ、ポイントを本当に迎えたという。ここでタッチダウンを取ると17点になりますので、21対17、第4クォーター残ってますので追いつくチャンスは十分あるという形になりました。ここで取れないとですね、気持ち的にもこう一気消沈してしまうというような、ね、可能性がありますので、はい、カジマとしては絶対でも取りたいというところでしょうね、はい、鈴木とそれから上村が2人並んでハドルの中に入ってきました。まあ、残りのヤードが2ヤードですから、ここもシリーズのドライブ、ランプレー多かったんで、やはりランプレーで、ね、最後決めてほしいですよね、池本とそれから平手が入ってますね。セカンドダウンゴール、第3クォーターカジマパスでいく、パスでいく、浮かせたマスター上村ですが、まあ、ぴったりマークついていました21番の港です。田中さん、今のはまあこういうプレーも見せておこうというところでしょうかね。いや、当然裏をかいたという部分もあると思いますね、2ヤードだからランも出てるしランで来るんじゃないのというふうに思うんですよね、まあ、そこをやはり、パスということで立ち上が取れればということで狙っていると思いますね、はい。サーダウンゴール、遺体がモーションして、ここはもうどうでしょう、飛び込んでどうでしょう、入ったか、まだちょっと足りないんじゃないですかね。足りないか、ゴールライン手前、ゴールキャリアランニングバック35番平手悟、あーダメ、ただもうボール1つか2つというような感じじゃないですか、87番の遺体もブロックに参加をして穴を開けたんですけれども、はい、もうちょっとのですね、まあ、ほんの数秒まで1秒もいかないようなタイミングのこう部分でブロックがね、終わってしまったんで立ち直りに行けなかったということだと思うんですが、はい、これ力勝負、勝てる可能性あると思いますので、このまま、やってほしいと思いますね、はい。ただ、今時計が止まっているのは遺体がご覧のように少し傷んだような感じになりました。でもこういうシーンはファイナル6、1回戦のアサヒビールシルバースターもありましたね。そうですね、それを止めたアサヒ飲料が勝利をものにしていましたからね。金岡のクォーターバックスにこう止めて、勝利を呼び込んだというふうに聞いてますので、はい、そういう意味ではここの攻防というのはすごくこの試合の中では見応えがあるものですね。フォースダウン、もちろんギャンブル、上村がインモーション、タイトルフォーメーションからどうだ、止まった、アサヒ飲料が止めました。23番秋山喜ぶ、また止めた、鉄壁の守りは朝日飲料、1ヤードが遠かった勝ち馬、本当に遠い1ヤードでしたね、
それにしてもこれほど堅い守りのチームがあったでしょうか。そこから秋山が入ってきたんですね、はい、1ヤードを残して攻撃権は朝日飲料23番の秋山哲也。しかし朝日飲料も気が抜けません。これゴール前ですから早めに安全な地域まで進みたいということでしょうね、ええ、パスを、あ、これはインコンプリートに終わりました。ですから鹿島は気落ちしないで、ここはまずあのファーストダウンを許さないような守りをすることですね。そうですね、まあ、ここで頑張っていくことによって鹿島はまた攻撃することができますんでね、はい、激しい当たりでフィールド上またちょっと傷んだ選手が出てきています。もう東京スーパーボール進出を果たしたいという両チームのこの選手たちの熱い思いがぶつかり合っています。44番のここはラインバッカーの蛭間。蛭間がちょっと戦線から離脱するというのはちょっと痛いかもしれないですね、ちょっと表情も苦痛で歪んでいるというような状況になっています。先ほどビッグプレーをした秋山ですね、はい、そうですね、今ヘルメットを取ってサイドラインに下がっていますが、秋山画面の右側からこうタックルした選手ですね、横浜スタジアムのファイナル6準決勝、鹿島対朝日飲料、スコア21対10、11点リード朝日飲料。朝日飲料のゴール前2ヤード地点からのセカンドダウン10です。うーって今度百瀬が止めた。今度は正面から百瀬が止めています。先ほどは鹿島がエンドゾーンの手前1ヤードまで攻め込んで、そしてフォースダウン、ギャンブルタッチダウンを狙いに行ったんですが、この試合も朝日飲料の鉄壁の守りでタッチダウンを許していません。そして今は朝日飲料のオフェンス、タックル決めた百瀬健です。ここで第3クォーターが終了しました。ファイナル6の準決勝、カジマディアーズとそれから朝日飲料チャレンジャーズ、第3クォーター終了しました。21対10、朝日飲料がリードしています。自動車保険をもっと安くしたい、もっといいサービスが欲しい、ぜひアメリカンホームダイレクトにご相談ください。経験豊かなスタッフが分かりやすく対応、もしもの時はあなた専任の担当者がフルサポートします。だから今すぐ更新日が近いあなたはフリーダイヤル走れ走れ。あ、もしもし、アメリカンホームダイレクトですか。K3 Type SR。 試合の方はいよいよ第4クォーターです。朝日飲料が試合をひっくり返して最後のクォーターが始まろうとしています。朝日飲料陣内の3ヤード地点からサーダウンです。サーダウンロング、ここはしっかり守りたいところですが、これも守ったか。しかしファールマーカーが出されています。この反則は果たしてどちらかというのが気になります。ホールディングが朝日飲料のサイドにあったようです。まあ、これはあのゴールまでの距離がありませんので、バッタイを取ってダウンをそのままというよりはダウンを進めた方が有利でしょうね。はい、ホールディング朝日飲料91番ディクライン、フォースダウン。
田中さんの方から説明がありましたが、今の反則は取らなかったということで、はい、ダウンが進んでフォースダウンです。パントになります。朝日飲料田中がもう随分エンドゾーンの後ろの方まで下がって位置しています。7番の上村が待ち構える。鹿島はビッグプレーが欲しいところです。田中のキック35ヤード地点から戻していこうというところです。24番の佐野ですね。佐野ですね、はい、あの田中の方も上村の方にダウンされるとビッグプレーになりやすいということで佐野の方に蹴ってると思うんですよね、はい、ただこれ高ポジションですよね、朝日飲料の25ヤードの地点ということですから、やはり梶も先ほどタッチダウンを取れませんでしたけども、はい、ここからまた、仕切り直せばですね、まだ11点という差ですから、タッチダウンとフィールドゴールでどうにかね持っていけるという形になりますんでね。今日は74ヤードという獲得ヤードの続き、プレアクションパス、パスが通った。82番八尾田のパスですね、はい、タイトエンド82番八尾田パスレシーブ、プレーアクションできました鈴木、まあ、パスをケアしてランニンラインバッカーが下がった手前のところを走り抜けていくというプレーですね、はい、今の八尾板のパスレシーブでゲインは2ヤードになりました。セカンドダウンです。ランプレーできました。いい感じでいく。35番の平手、先ほど第3クォーターも朝日飲料チャレンジャーズのゴール手前1ヤードまで行ったその原動力は堀口とそしてこの平手のランプレーでした。まだこの2人のランは出そうな感じですね。そうですね、当然朝日飲料が攻撃をしている間に、ベンチではチェックは入れてると思うんですけどね、はい、しかしここはサーダウンで残りがファーストダウン獲得まで5ヤード。このサーダウンコンバージョンはプレアクションパス、次はパスを投げた、パスが通った、パスが通りました。そして堀口ですがファーストダウンは届かない。31番の山田にやられてしまいましたね、堀口パスレシーブしたんですがまた山田が出てきました。堀口にパスを取らせてそして彼の走りに期待したんだと思うんですけれども、はい、山田が追いつきましたよね。この山田のリアクションの速さといいますかね、はい、フィールドゴールになります。距離は37ヤードというフィールドゴール。9番田中、大事なフィールドゴールですが決まりました。成功しました、はい、第4クォーターフィールドゴールで3点を返しました鹿島、これで21対13です。8点差と縮めてきました鹿島です。このでも8点という点差というのは微妙ですね、タッチダウンでは追いつかない、タッチダウンしただけでは追いつかないと、トライファーポイントをギャンブルしなきゃいけないというような、ね、点差ですから。そうですね、第4クォーター2分23秒、鹿島田中のフィールドゴールが決まりました。もちろん鹿島はもう失点は許されないという条件がつきますからね。そうですね、あリターナー27番中村が構えてます。この中村のリターンというのも気をつけなきゃいけないですね。田中がどう蹴るか、逆サイド蹴ってきました。キックオフリターンはどこまで戻すか、あるいはどこまで抑えるか。朝日7番の梅田がリターンしていきました。3番の桃沢ですね、桃沢ですね、桃沢がリターンしていきました、はい、ボールは朝日飲料陣内の30ヤード地点に置かれています。ファーストダウン戦朝日飲料の場合はここからはですね、むしろボールコントロールフェンスを目指していくと思うんですよね、はい、ですからランプレーが多くなるんじゃないですかね。ショットガンですね、使うのはショットガンですね。しかし
やはりハンドします。ハンドして27番中村、中村が外にカットを踏んでいきます。中村の今のランプレーで4ヤードほど前に進んでいます。4ヤードから5ヤードですか、前に来ました。ショットガンからハンドオフということですね。はい、カジマにしてみますとまだ時間は9分残ってますから、はい、それほど慌てる必要はありませんね。ただランプレーを多く対応されてしまうと時間を使ってしまいますんでね、はい、早く早くプレーをしたいということだと思うんですよね。セカンドダウン5です。またランプレーできました。これはセバタですね。あ、しかしここはセバタのランでファーストダウンを取ったような感じです。ここは鹿島から見ますとファーストダウンをこう取られていくと嫌な感じになってきますね。ちょっと苦しくなってきますよね。やはり戦術という部分でいけばですね、まず1プレー1プレーを25秒系の、まあ、残り時間ギリギリまでコールしない、それからランプレーを続けるということで時間を使うということがね、多分考えられていると思うんですよね。はい、朝日飲料陣内の43ヤード地点でファーストダウン10、ショットガンからまたセバタで行きました。今日は一つのタッチダウンランを決めているセバタ。天面とのあたりは鹿島の方もタックルに向かっています。71番谷島、ゲインは2ヤード。まだ朝日飲料陣内です。45ヤード地点、キックプレーで行きました。セバタに持たせる。今のはいいタックルが入りました。鹿島です。ただゲインはしてますんでね、はい、やはりできれば99番の木下のタックルもロスさせたかったっていうところじゃないですかね。朝日飲料陣内の47ヤード地点でサードダウン。しかしファーストダウンまであと5ヤードほどあります。ここを止められるか鹿島、あるいはショットガンからファーストダウンをまた取れるかどうか。ダンできました。セバタが行く、セバタが行きましたが、どうでしょう、際どいところ。ランプレーを続けてきます朝日飲料。しかしファーストダウンまでには届きません。ここはまず守りました鹿島です。フォースダウンでパントになります。田中のパント、今度は上村のところまで行きます。いや、しかしさすが田中、いいパントを蹴りますね。そうですね、コントロールされたいいパントですよね、はい、滞空時間といい、ボールのこう蹴る方向というんですか、味方の選手がタックルできるというね、そのタイミングを与えてますよね。もう3番の桃沢が目の前までいましたからね、あれ以上近づきすぎるとちょっと反則の対象になりかねませんが、本当に田中のいいパントがありました。そして鹿島のオフェンスになります。鹿島陣内15ヤード地点、パスが通りました。ミドルのパス、ここからしていきたいところですが、遺体が戻ってます。87番の遺体がフィールドに戻っています。今の遺体へのパス成功でファーストダウン取りました鹿島。どれだけ時間を使わないで得点を取れるかと。そうですね、そうなるとどうしてもパスによって大きくヤードを獲得したいという形になりますんでね、はい、ただパスでヤードを獲得するために注意しなければいけないのは朝日飲料のインターセプトです。ランプレーでいきますがファールマーカーが出ました。川口がいいプレーしましたね。39番の堀口を止めています。
カジマの方ですね。ここで痛い反則がカジマの方にありました。ホールドイン。カジマ79番プレミアスポットから10ヤードバッターしてファースターを繰り返します。カジマにホールディングの反則がありました。田中さん、この10ヤードバッターは痛いですね。そうですね、あのファーストダウン10ヤードということで攻撃始まったんですけども、20ヤードという形になりますんでね、はい、どうしてもプレーが絞られてきてしまうという形になります。ファーストダウン20。しかしここもやっぱり持たせました。今度も堀口でいきました。これも非常にいいランではあります。堀口、柴崎さん、はい、どうぞ。カジマディアーズですが、先ほど3点をですね返したところでだいぶ気合が入ってまいりました。これから波に乗っていくかもしれません。はい、ちなみにですね、第1クォーターに負傷しました池間選手、やはりニューユニフォームを脱いでいますね。あ、そうですか。まあ、その池間の代わりにこの堀口が今日は115ヤード走っています。セカンドダウンイレブン。鈴木のパスですがどうでしょうか。ウェブレンディは通らない。まだ中に浮いている、まだ中に浮いている。ボールは生きています。ボールは生きています。77もハリマがキャッチしてますね。非常に珍しいプレーがありました。しかしよく集中してましたよね、77番のハリマ。まあ、めったにこのボールを取る機会というのはああいう形ではないと思いますけどね。もちろん、あ、ちょっと今、あ、もう一度これを見てもらっていますが、これは田中さん、はい、生きたプレーですよね。そうですね、生きているプレーという判断ですよね。はい、ファンブルボールをもうリカバーしたという判定ですね。で、サーダウン1ということになりました。まだ鹿島の方に突きがあるかもしれません。そして持たせて、しかしこれがまた押し戻す山田ですね。また絡んでますね。39番、やはりここぞという時に堀口に、そして山田が行きます。あ、傷んだのは鹿島の方です。堀口から針間の背中をね、芯についてたってことですね。はい、サイドラインからしゃがみ込んで戦況を見つめている鹿島の森ヘッドコーチ。当然もうここはフォースダウンでギャンブルということになりますね。残り時間も3分51秒ということを考えるとギャンブルという形になりますね。フォースダウンギャンブルで残り1ヤード、鹿島が取れるかどうか、この試合の勝敗の分かれ目。右サイドついてきました。ファーストを取った。フォースダウンギャンブル成功。最後はやはり堀口、この人に鈴木はボールを託しました。これでまだ鹿島の攻撃は続きます。うまくこの堀口の走路を開けたような感じになりました。鹿島陣内の42ヤード地点、まだ諦めない鹿島の森ヘッド。プロテクション持っていますが、パスが通ったか。上村キャッチですね。パスコンプリート。ようやく鈴木らしいパスが通りました。やはり鈴木と上村というこういうホットラインがね、はい、やっと通りましたね。なんかピタッと息がようやくあったって感じですね。そうですね、これでファーストダウンを取ると同時に朝日飲料陣内に入りました。鹿島は3分11秒というこの時間も頭に入れながらゲームを進めていかなければなりません。
タイムアウトが両チームとも残り2個ずつということですね。がこのタイムアウトをどこで取るかというのもね、この試合の後残り3分の中での攻防ですね。はい、朝日飲料陣内の41ヤード地点からのファーストダウン10。見えロールアウトしていく鈴木、21番関澤が抜けている、関澤取るかどうか、とそのまま落ちた。うわ、非常に惜しいところでしたね。今しかしうまく走路を駆け抜けていったこの関澤に対して港もよくついていったように思います。そうですね、港も素晴らしかったですけど、関澤もね、しかし鈴木もよく見てましたね、はい、関澤があそこに走ってくるというね、うん、もう本当に関澤ももう精一杯手を出したんですよね、セカンドダウンです。またパスでいく鈴木、上村通りました、上村にパスが通りました。こういったアクロバチック的なパスレシーブをよく見せますね。上村ファーストを取ってるかどうかという微妙なところですね、はい、取ってないみたいですね。2ヤードぐらい届いていないような感じになりました。サードダウン、ファーストダウンまであと残りが2ヤード。ここでホイッスル、タイムアウト、朝日飲料が取りました。ここは攻めている鹿島ではなくて守っている朝日飲料の方が取りました。後半2回目のタイムアウトということになります。はい、ちょっとリズム、いわゆる鹿島が進んできてリズムを嫌ったということだと思うんですよね、はい、まあ、それと関澤へのパスというのが、まあ、成功はしなかったんですけど、コース的に空いていた部分とかいうのがあったので、ベンチからも確認をしたかったんじゃないですかね。なるほどね、やはりそのあたりのそういう確認というのはタイムアウトを取ってしっかりとということになるわけですね。当然ここは鹿島にとっても作戦タイムを自分たちが取らないでもらったんでね、鹿島にとってはいいチャンスを、ね、もらったというふうに考えてやらないといけないですね。鹿島は本当にここでは取りたくなかったと自分たちがですね、はい、まあ、結果的には朝日飲料の方が取って、いわゆる少し考える時間というのができました。サードダウンコンバージョン、これはレシーバーが4人ぐらい出ますので、はい、このバンバック体勢でパスが通りました。パスが通ってアウトオブバウンズ、21番関澤、ここはファーストダウンを取ってきました。サードダウンコンバージョン成功。当然練習でもですね、残り時間2分というようなね、逆境の練習というのをしてますので、多分その辺をうまく展開していこうという形になると思うんですよね。朝日飲料陣内の21ヤード地点にボールが置かれてファーストダウン10です。まあ、できればターゲットの大きい遺体とか八百板へのパスが通ってほしいですね。クリックをかけましたがパスを投げたのだ、パスが通った、遺体だ、パスコンプリート、遺体にパスが通りました。鹿島がじわりじわりと朝日飲料のエンドゾーンに近づいています。第4クォーター残り時間が2分5秒、試合残り時間が2分5秒ということです。もちろんファーストを取ってボールは10ヤード地点に置かれています。プレアクションパス、パスを投げた、取った取った、パスパス、関澤へのパスが通ってます、通ってますね、成功ですね、はい、ゴールも1ヤードぐらいですか、関澤へのパスがコンプリート通りました。さあここで先ほどと一緒にゴール前1ヤード、はい、今度はどっちが勝つかということですね、もう一度今一つフェイクを入れた後のパスですが、これもナイスキャッチを見せました関澤浩二。もうこうなりますと田中さん、はい、これワンプレーで鹿島はタッチダウン持っていきたいですね。そうですね、できれば平手のダイブとかで決めてほしいですね、はい、ゴール前1ヤード地点、堀口に持たせた、堀口、しかし足元秋山が行きました。
先ほども秋山でしたからね、今度も秋山。そうですね、秋山はゴール前になったら逆に堀口をマンカバーしてるんじゃないですかね。あ、もう的を絞っているということですか、はい、距離がないということで、もう朝日飲料のディフェンスはもう1対1で誰が誰を突くというような感じのディフェンスじゃないですかね、タイムアウトを取りました。後半カジマディアーズは2回目、したがって残りのタイムアウトの数は両チーム1つずつ。今の秋山の早いですね、ディフェンス足元にね行ってますからね。堀口にしてみますとこれ外まで回り込んでタッチダウン、エンドゾーンへということだったと思いますが、でも川口もいましたしね、10番の山本も懸命にブロックしてたんですけどね、やはり奥深くから走ってくる勢いの分だけね、ちょっと山本がブロックうまくできなかったですね。堀内は今日は25回キャリーで67ヤード、アベレージは 2.7 です。さあサードダウンの攻撃ですから、ここで、2ヤードぐらいちょっと今下がってしまいましたので1ヤード下がりましたね、はい、サードダウンあと2ヤードですが、この2ヤードがなかなか遠い。朝日飲料3回目、朝日飲料はやはりじらす意味もあるし、やはりここで抑えてやはり勝ちたいという部分もあってタイムアウトを取りましたね、はい、これで朝日飲料の方はタイムアウトの数がなくなりました。もうこれは取り終えたということはここで必ず抑えるんだと、で勝利をものにするんだという気持ちの表れでもあります。もう一人一人が、はい、勝ちたいという思いがね、どのくらいまとまって通じるかっていうところだと思うんですよね、これは両チームともにある話ですので。ただ今日は梶間はこのゴール前の1ヤード2ヤードというのが本当に届きそうで届かない距離に覚えているでしょうね。梶間は全員ベンチに戻ってきましたね、はい、あ本当ですね。こちら朝日飲料は山田を中心に、そしてオフェンスの選手たちが全員ボールの地点に向かっていきます。この堀口に果たしてボールを持たせるか、レディーフォープレーがかかりましたので、はい、本当にこの見どころのある試合というような、ね、ところになりましたね。堀口は今日117ヤードアベレージも4点台という成績。サーダウンあと2ヤード、朝日飲料守るか、パスを投げた、当たった、やはり痛いが来ました。ここでエンドゾーンの中に待ち構えていたのは痛いだ、その差を詰めてきました。鹿島ファールマーカーが出てるんですよね。ファールマーカー出てますか、あ本当ですね。歓声から悲鳴へと、鹿島ディアーズのスタンドは変わりました。ただどちらのファールかまだ分かりません。オフェンスです。鹿島、鹿島に反則、ここに来て鹿島に痛恨の反則。イリガルフォーメーションラインに6名のプレイヤーしかおりませんでした。鹿島の反則です。5ヤードバッターしてサーダーを繰り返します。田中さん、はい、イリガルフォーメーション、はい、まあ、ちょっとしたあのシフトの位置の違いだとは思うんですけどもね、はい、まあ、あまり気にせずにこのプレーをもう1回やることでしょうね、はい、サーダウンです。後ろに5ヤード下がりました。鹿島サーダウンでどうするか、パスを投げた、インターセプトです。エンドゾーンの中でインターセプト、川口ですね、川口がやりました。朝日飲料勝敗を決めた、そう言ってもいいかもしれない。やはりキーの注目の選手のラインバッカー川口、最後にインターセプトでした。反則の後タッチダウンを狙いに行った、その鹿島の夢を打ち砕いた川口。
やはり朝日飲料のディフェンスは硬かったということになるんでしょうかね。この後ろの遺体がいたんですかね。そうですね、奥の方に投げ込もうということだったと思うんですけれども、はい、インターセプト、そして試合の方は始まろうとしています。20ヤード地点からです。朝日飲料20ヤード地点からのファーストダウン10ということは、もうここはタイムアウトを取りましたね。鹿島3回目、鹿島が後半最後のタイムアウトをここで使いました。もうあと残るは40秒ですから、はい、朝日飲料としては無理をしないプレー、当然、イートザボールというような形のプレーになると思うんですよね。ただ鹿島にとってももしプレーをしてきたらファンブルというね、はい、ビッグプレーが出るかもしれないということで、やはりここはすごく両方のですね、思いが対決するプレーだと思いますね。ちょっと鈴木の後ろ姿が非常に寂しそうに感じられる鹿島のサイドラインです。まあ、鹿島はこういう形で最後のタイムアウトを取りたくはなかったと思いますが、セカンドダウン、もうこれで鹿島はこの時計を止める術はなくなりました。あとはどん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 と進んでいくということになっています。先制した鹿島、そして逆転した朝日飲料、公式戦初めての両チームの対戦はファイナル準決勝という大一番でした。非常に見応えのあるゲーム展開で残りが10秒を切りました。果たして鈴木の胸の内、どんな気持ちでこの最後の時を見つめているんでしょう。ここで試合が終わりました。勝ちました朝日飲料、これで2年連続東京スーパーボール進出ということになりました。また連覇に向けて朝日飲料が一歩、大きな一歩前進ということになりました。21対13というこのファイナルスコア、歓喜の時を迎えました朝日飲料、スタンドも大喜びということになりました。朝日飲料の藤田ヘッド、それから今その藤田ヘッドコーチがインタビューのところまで来てもらったようです。それでは放送席、藤田ヘッドコーチにお話を伺います。まずおめでとうございました。ありがとうございました。大逆転勝利でしたねそうですね、はい、今日の試合のポイントはどこでしたか。やっぱり後半3クォーターの、ね、選手の頑張りは思います。またディフェンス陣もよく頑張りましたね。そうですね、前半ちょっと動き悪かったんですけど、後半よくプレーに集中して、できたと思います。特に最後のタッチダウン狙われたところのですね、インターセプト大きかったですね。まあそうですね、その前にちょっと向こうの反則もあってね、ラッキーしたんで、まあ、そのラッキーをものにできたというのは良かったと思います、はい。さていよいよ2年連続の東京スーパーボール王手をかけましたそうですね、まさかここまで来れると思ってなかったんで非常に嬉しいです、はい。それでは最後にですね、この横浜スタジアムに詰めかけました、そして大阪で待っていますファンに一言お願いいたします。今まで同様ね、粘り強い試合をしていきますのでぜひ応援してください、はい。どうもおめでとうございました。藤田ヘッドコーチにお話を伺いました。まだ東京スーパーボールという1試合が残っていますので、手放しに喜ぶというわけにはいきませんでしたが、さすがに田中さん少しほっとしたような表情でしたね、はい、そうですね、はい。まあ、これで連覇に本当にまた一歩近づいたということになりました。ではこの試合のハイライトを VTR でご覧いただきたいと思います。後半戦のハイライトということになりますが、まだ選手たちが朝日では喜んでいます。これ背端のタッチダウンですね、はい、ピッチしたボールでしたね、はい、ショットガンの体型から背端へのピッチ、ロングゲインになりましたね、はい。ここで、ちょっと拮抗していた試合が動き始めたというところですね。そうですね、確かにこれ
鹿島のディフェンスがちょっと意表をつかれたというね、はい、田中さんのお言葉もありましたが、そんなような感じでしたよね。そうですね。まさかこういう形で来るとはというところを突かれてしまったという、まあ、鹿島から見ればですね。朝日飲料はしかしもうあれはもう非常に大きなタッチダウンだったと。そうですね、活躍してほしい人が活躍してきたということでしょうね。選手たちの表情もご覧のようにもう喜びでいっぱいという感じになりました。それではまあ試合をもう決定づけたというそのもう一つのシーンをご覧いただきたいと思います。ショットガンフォーメーションからこれよくタッチダウンパスを通しましたね。そうですね、このプレーも本当に鹿島のディフェンスの隙間をこううまく走り込んだレシーバーへね、桂がパスを投げたということですね。はい、この決勝点と言ってもいいぐらいの見事なタッチダウンパス。桂もしかし日大出身で、はい、昨年がルーキー、はい、新人で今年2年目ということですが、はい、2年目のジンクスはこれファイナル6に入ってから全然ないですね。まあ、逆にですね、まあ、大試合に強い大一番に強いんじゃないかなという感じを印象を受けますよね。そうですか。昨年もやはりファイナル6の準決勝でリクルートシーガルスを相手にして桂が、リーグ戦よりもすごくいい出来を見せたということ、今日も非常にいい安定した力を出したということでね、はい、そういう意味では大一番に強いコーターバックかなという気がしますね。なるほどね、まあ、味方にしてみますと本当に、頼もしい存在、はい、体はそんなに大きくないんですけどね彼は、はい、頼もしい存在だったということになります。それからやはりこの川口の最後のインターセプト、はい、今映ってる9番の選手ですね、はい、これがまあ最後のタッチダウン、もしこれパスが通っていれば、はい、分からなかったですからね。鹿島にしてみればマッチアップするためのパスということだったんですが、まあ、川口がやはり彼の経験っていうんですかね、はい、でいいリードをして守っていたということでしょうね。確かに朝日飲料は個々の選手の能力高い、そしてまとまりもある、はい、これは確かに粘り強いって事実なんですが、ラインバッカーのこの川口と先ほど映っていました山田の存在、この2人というのはチームの支柱ですね。そうですね、これね、今ツーショットで映ってますけども、やはり朝日飲料の強さ、この31番の山田、9番の川内、この2人がですね安定した力をですねゲームを通じて出したというところが勝因だと思いますね。まあ、特に山田はですね、ここ1番という時にいいタックルがねかなりありまして、はい、39番の堀口とかはねゲインがうまくできなかったというねケースもありましたので、ね、もうボールのあるところ必ずこの山田の姿があると、はい、そういうような感じでしたね。まあ、あと大島をはじめとした、まあ、ラインバッカー陣コーナーバック陣がですね鹿島のレシーバーをぴったりとマークしたという、そこがやはり勝因につながってたんじゃないですかね。うん、鈴木が落ち着いてなかなか投げられなかったというところじゃないですかね。まあ、リーグ戦はなかなかパスがですね、成功しないというようなケースの方が少なかったんですけれども、はい、今日の試合というのはやはり、鈴木が投げたくてもですねなかなかターゲットがいなかったというようなところだったと思うんですよね。まあ、それだけその鹿島ディアーズのリーグ戦から考えますと、はい、看板だったオフェンスと、ね、はい、パス、レシーブ、はい、これが今日はちょっと影を潜めてしまったと。そうですね、ランプレーは予想通りちゃんと出たんですけれども、はい、まあ、パスプレーですね、特にランアフターキャッチというようなビッグプレーを生むようなパスプレーというのはつながったと思うんですよね。まあ、そのあたり出させなかったやはり朝日飲料を褒めるべきだと、はい、そう思いますね。このまあ、ディフェンスの強さっていうのがねやはり怖いチームだなというふうに思わせますよね。で一方敗れたちょっと鹿島の方にも話を持っていきたいと思うんですが、今日はゴール前1ヤードあるいは2ヤードというような地点まで攻めたのが2回ほどありました、はい、で1回は反則がね、あってちょっと下げられてしまったというシーンがありました。まあ、このあたりで一つ取れたらなという気がしますけどね。
今日は朝飲料が勝ったんですけどもね、対戦相手がこう気になるところですよね。そうですね、長井球技場の方で行われているこの松下電工とリクルートの試合、こちらの方も現在7対7で終わってるんですかね、タイブレークに突入ということになりますね。はい、いや、 やっぱり力が入りますね、大阪の方も、はい、守り合いということで言えば同じかもしれません。はい、それではですね、川口選手にこちら来ていただきました。はい、川口選手おめでとうございます。ありがとうございます。前半終わってからですね、インタビューした時とまただいぶ変わりましたね。いやー、でもね、相変わらずですよ、向こうほんまの本気でやってなかったような気がしますね。舐めてたと思います。しかし最後のインターセプトすごかったじゃないですか。あれももうなんか今日むちゃくちゃやったんでね、自分勝手な動きばっかりしてたんで、ちょっともう試合中ちょっとブルーやったんですけど、最後あれでなんとか今日寝れます。それでは東京スーパーボウルへの意気込みお願いします。そうですね、まあもう勝っても負けても最後の試合になるんで、まあ、ライスは関係ないですから、もう全部出し切ってね、まだ全然僕自分のイメージとほど遠いプレーしかしてないんでね、自分のイメージにもっと近づいてガンガン活躍して、はい、川口デーにしたいですね、東京スーパー。はい、それでは東京スーパーボール頑張ってください。ありがとうございました。話を聞いていますとまだまだという田中さん、貪欲さというのが伺われますね。そうですね、やはりこれでは終わりじゃないと、もっと自分たちはできるんだというのね、はい、ところがやっぱり向上心を、ね、求めているというのがすごいですね。そうですね。それではいよいよこれで朝日飲料が2年連続のこの東京スーパーボール進出ということになったファイナル6、そのトーナメント表を改めてご覧いただきたいと思います。今日は鹿島ディアーズと朝日飲料チャレンジャーズ21対13で朝日飲料チャレンジャーズが勝ちました。12月18日の東京スーパーボール2年連続進出が決まりました。一方リクルートとそれから松下電工は現在タイブレークに入っているということなんですが、まだ対戦相手決まりませんが、ね、東京スーパーボール田中さんどうでしょう。楽しみですね、どちらのチームが戻っ東京に来てもですね、はい、楽しみの対戦ですね、2年連続の関西対決になるのか、あるいはここはイーストとセントラルのリクルートクラブがちょっと意地を見せるのかというね、はい、結果まだ分かりませんけど、そのあたりが果たしてどうなるかという、いずれにしてもすごく面白い東京スーパーボールになると思います。今日は朝日飲料が鹿島ディアーズを破った試合をお伝えしてまいりました。ご覧いただきました、解説は NFA 解説員の田中康さん、そしてリポーターは NFA 解説員の勝俣大輔さんでお送りしてまいりました。だいぶ上空も暗くなりつつある、そして寒くなってきた横浜スタジアム、このあたりでお別れしたいと思います。田中さん、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは横浜スタジアムから失礼いたします。アマチュアライダ